はい、みなさんこんにちは。 レックセンン講師の佐々木ですえ本日から2021年向けの使用書士新十五か月合格コース始まりましたで、えー、こちらですねあの全体構造編ということで、えー、まず第1回目お手元にあの教材届いてると思うんですけども、えー、ブレイクスルーテキストとあと講義ノートといったものがあ,あると思いますが、えー、この全体構造は全部で3回ありまして、えー、こちら、えー、両方を使って進めてまいります。で今回回、ねまあ、講義1回目とということで、えーまず 前半講義の方では、えー、勉強の進め方だとかあっていうところまあ使用書試験だとか皆さんこれから望んでいくことになる使用書試験のいろはだとかあといったところをお話をしてで実際後半の講義からあ、ね、具体的勉強の中身に入っていきますというところになりますがただあのそうですね、えー、これから皆さん私の講義を、えー、トータル130コマ受けていただく形になりますのでちょっと簡単にですね私の自己紹介をさせていただきたいかなと思います。 であの私佐々木宏美と申しまして司法書士試験は平成15年に、えー、合格をいたしましたまあ確かずいぶん長い、まあ、2003年ですかね、えー、に合格をいたしました。で、えー、その後ですね、えーあのまあ、そ,のその前かもともと私はあの住宅メーカーで、えー、OL えー、をししておりましてであの住宅、えー、メーカーの現場管理部門の、まあ、一般事務として、えー、働いてましてもともと短大家政化卒で法律とは全く無関係だったけれどもあのその住宅メーカーで住宅メーカーなので別に宅建業をしてるわけではなかったんですが、えー、会社の自己啓発制度で、えー、宅建取ったら失格手当で30万あげるよと、えー、その30万に、えーね、あの目の前の人参にホイホイついてって「えー、宅建取ったら30万かおいしい 目の前に、えー、あの目標がある生活っていうのはすごい楽しくて。 そこからあじゃあだったら宅研の後、えーね、あと何かしようかなと思ってで、えー、いろんな資格を片っ端から検討した結果宅研の時はね分かりやすい30万欲しさに頑張ったんだけれども、えー、その後何ならその30万を次次ぎ込んで、えー、勉強しようってことになって、えー、じゃあ何か使える資格を取ろうということから片っ端からあ検討した結果やっぱね1本で武器になる資格っていうのはあのそれなりにやっぱ難易度高めの資格になってくると。えー、ただやっぱり資格 全く何やなるわけではななかったのなりたかったわけではないので、えー、どうせだったら取って使える資格を取ろうと思って司法書士にたどり着いてで、えー、私もこの司法書士、えー、目指す時に新十五か月合格コース、えー、私は帰省で、えー、勉強開始してで、えー、そこで、まああのー、働きながら受験勉強をして、えーまあ、最終的には2回で一発合格できなかったんですね。えー、私1年目はもうギリギリ不合格で でその話はまた講義の中でもよお話をしていきますけれどもあの1年目ギリ不合格で,であのもう人生最大の大号泣をしてでその後あのそうですね、まあ、ただギリギリ不合格だったので合格は見えてる位置にはいるなと思ったので特段2年目は何の講座も取らずに一般的には2年目講座だとか用意されているんですけれども特に2年目講座だとかも取らずに直前期公開模試だけで2回目に合格をできたと。で合格後に 自分でで開業もしました、えー、あの開業もしましたしあのその後、まあ、ちょっとと私人と順番逆なんですよ、えー、いきなり一発開業あのい,きいきなり自,自宅で開業して。 であの自宅開業してでそれと同時にちょっと、まあ、レックの講師もしませんかみたいな感じで,、えー、であの同時にレックの講師もすることになったのであのだんだん途中からもう体が回らなくなってきてあの全部一人じゃ処理できなくなってきてあのなので、えー、そこからでも司法書士実務も、ね、せっかく受かったからにはずっと続けたいと思っていたので、えー、その後、まあちょっと自分、ね、自宅開業でも自分一人しか動く人がいないってなるとあの講義で忙しいのと。 であのなので、えー、途中から司法書士法人に、えー、勤めましてであの自宅会議を辞めて、えー、司法書士法人に勤めて司法書士法人ってあの司法書士の会社組織なんですが、まあ、そういったものもなんだか講義の中で泳いできますがあそうすると自分以外にも処理できる人がいるので、えー、法人勤務に変えてでしばらく、えー、法人に勤務しながら、えー、レックの講師業をやってて。 でえー、ただまあどん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 まだまだ講師の方も楽しくなってきたし講師の方も本当にどんどん忙しくなってきたので、えー、なので、えーあのー、まあ何回かもう体を壊しながら倒れながら講義やってたので、えー、ちょっとこれまずいということで、えー、一旦たん使用書士登録外しまして、えー、で、あのー、今現在は講師業に専念しているという状況です。ただまあいずれまたね私も、あのー、おね使用書士実務の世界に戻る日は来ると思いますけれども、まあ、使用書士資格っていうのは、えー、一回取ったらもう一生なんです ですよねえー、ただ司法書士業務をするためには司法書士登録をしなければならないので、えーね、あの以前はかなり長い間登録してたんですが今現在はもう登録を外しししててておりまして、えー、こうに専念しているといいう状況ですでいずれまた私が実務戻るときにはそのね、えーあのー、登録をまた改めてしてという状況にはなると思いますが、えー、現在はレックの講師業のみをしておりますと。 で例年私あの基礎講座しか担当しないんですけれどもあの新十五か月合格コース秋生春生とずっとやってますよという状況で。であの なので、かなりもう皆さんとは、えー、長い長いお付き合いになっていくと思いますけれどもあの結構、私も、ね、受験生時代に、えー、苦労したことだとかあ、ね、いろんなエピソードを持っておりますそしてまたもうレックの講師業あのさっき言った、えー、平成15年受かってから平成16年から翌年からもうレックの講師業をしておりますので、えー、もう講師歴16年目になりますか,、ねえー、なりますからあの相当あの、ねえー、たくさんの受験生さん見てきております。であのー、であの私も結構その中であの 私も基礎講座しか担当していない以上もう一発で受かっていただきたいという、ね、信念で講義をしておりますので一発で受かるために、えー、今何をする,するべきなのかっていうことを講義の中では、えー、結構圧強めに言っていくことになると思います。 でえー、なのであのやはり皆さんもねあのなんとなく、えーね、あの資格チャレンジしてみようかなというきっかけで始められた方いやもう何が何でも使用書士というきっかけで始められた方、えー、たくさんのいろんなあの、ね、きっかけあると思うんですけれどもやっぱり私は資格って取ってなんぼだと思うんですよ。 えー、なのであのしっかり結果を出していただきたいとおいった意味においてはあの今何をどれだけやらなければならないか、えー、でそれをあのみんなでゆるっとなんとなく続けましょうね頑張りましょうね何とかそのうち受かればいっちゃうみたいなあのは私はしたくないので、えー、ですからあの本気で一発合格を狙うために今何をこんだけやってください、えー、結構強めに言う時もあると思います。えー、ただちょっとそこは あのねえー、皆さんに結果を出していただきたいもう親心と思っていただいてであの、ねえー、ちょっとそれを、まあ、あの一発合格者過去歴代見てるとですねそういったところがいい意味で貪欲で、えー、そしていい意味で素直なんですよ。 でえー、あのなんとなくね、えー、あのできたらいいなと思ってましたけど一発合格できましたみたいなそんんななな緩めな人いないんですよね、えー、何が何でも一発合格と思って頑張ってきて一発合格合格取れるというまあそういう試験なので。 えーあのー、そうですね、えー、いきなり皆さんに、えーね、一発合格本気モードで今日からもうフルスロットルで頑張れというのはなかなか厳しいと思うんですが最初のうちはじわじわ勉強時間を増やしていくという状況で大丈夫ですけれども、えー、ただそれも含めて講義の中であれこれ小れ時間のアドバイスだとかあ、ねあのー、仕事との両立の仕方とかあいろいろ申し上げていきますので是非、あのー、ですね、えーあのー、必要となる、あのー、参考になるなと思うこと ことがあれば、あお手元に何かメモを取っていただくだとか、あというところをしていただければなと思います。ちょっと先にですね、講義ノートの方を使いまして、えー、ねあのー、そういったまあ勉強の進め方とかも含めて、えー、お話をしていきましょう。で。 まず講義ノートを出していただきますと、えー、2021年新15か月合格コース開講にあたってとありますがまず、えーっとですね、司法書試験の科目は全部で11科目ありますけれどもこの11科目に関してはです、ね、基本的に、えー、ブレイクスルーテキストという、ね、紺色の表紙のやつ とプラス講義ノートとこういったもの、まあ、これは全科目これあの、えー、講義ノートって画面に映してるこういったやつですねあの佐々木クラスと書いてあるうこれあのうちのクラスのオリジナルなレジュメで、えー、基本的にちょっと全体構造はちょっと特殊なんですがあの基本的にあの全体構造の講義ノート以外の他の科目に関しては、えー、全部ブレークスルーに対応する感じで,でブレークスルーを補足するといった位置づけになります。で、えー、ですからまああのちょっと、ねえー、それれをまああの通学の方であれば あそのブレイクスルーテキストと講義ノートを持ってきていただくという感じになります。であと登記法に関しては書式ベーシックというものこれは記述の演習問題なんですけれどもそれがご自宅に届くという感じになりますが書式ベーシックに関してはまた登記法の講義の中で、えー、あのお伝えしていきますけれども特に記述がありますから登記に関しては書式ベーシックという問題集がご自宅に届く感じになりますというところです。 でプラス教材として括弧2番過去問題集とありますが、まあ、いわゆる過去問ですね、えー、資格試験だったら、まあ、大体過去問解く感じになるんですが、えー、これ、えー、過去問題集は科目別というところで卓越問題と記述式の問題がありますけれどもで、えー、まず例年10月中旬に、えー、今年バージョン審判が出ますよというところで括弧、えー、単年度版は8月下旬に発売とありますが単年度版というのは例えば2000 2019年の本試験問題集と解、えー、答と解説で、えー、といったものが一冊に乗っかっているものただあ皆さん普段の学習は、えー、科目別の過去問ね で例えば民法なら民法とか不動産登記なら不動産登記といった科目別の過去問ですねこれで勉強していく感じになります。で卓一の過去問集に関してはこれはもう過去問解かずに受かった人はどこにもいないぐらいでですから過去問題集はもうあの受験生としてもうね司法書士の受験生をまあ名乗るぐらいだったらもう過去問はろけっとけて当たり前というぐらいに、ね、あの過去問は必須ですと。でただだ過去問だけでは受からない ので、えー、若干そこのプラスアルファも必要となってきます。えー、そういったことに関してはまた講義の中でおいおう申し上げていきますけれども、確、え、率、ー、問題に関してはあのね、えー、必ず解いてください。ただこれあの過去問集に関しては別途ご購入といったものになります。で、記述の過去問に関してはまあ。 必須とまでは言いませんえ。できればでいいですよというところなんですがまたこれ、講義の中でもですね、えー、何でなのかというところあの、ねえー、また不動産登記、商業登記の記述を含む科目に関しては講義の中で申し上げていきますけれどもあのまあ記述の過去問に関してはあの毎年、大型の事例形式の問題1問なんですよ。 でなると、えー、卓一の過去問マークシート形式の択、えー、一過去問と違って同じ素材で同じ形で過去問が記述で繰り返して問われるっていう可能性ってかなり低いんですね。ってなると解いて覚えるトレーニングの素材としては効果が低いんですよ。 択一に関しては同じ論点から何度も繰り返していることっていうのは結構多いのでですから択一はもう解いて解きながら覚えるためのツールとして過去も使っていただきたいんですが記述に関してはまあ,あのいいとこ室内形式になれるというところのツールぐらいでの意味しかないので解いても1回2回程度なんです,よですからそういった意味においては記述の問題集は、まあ、あってもなくてもいいよというところではあります。 さらにですね「震、えー、度に応じて購入することをおすすめします」とありますがこれもね、えー、毎年10月に新しいやつが出るんですよ。となると講義の震度に応じて、えー、10月以降に学習するものに関してはあ、ねえー、2020年版で勉強した方がいいと思うんですね。 えですからあの最初から全科目の過去問買っちゃうと、ねあのね、2020年の10月以降に、えー、勉強する科目に関してはその年の最新版買った方がいいはずですからといったところであの、ね、講義の進度に応じてご購入すすることとをお勧めしますとでさらに記述の過去問、えー、ご購入されるのであればあの、まあ、早くても2021年の1月以降の演習、まあ、本試験レベルの問題を解くには、まあ、ちょっとそのぐらいの時期 試験近くなってきてからってことになるので、えー、慌てて今から記述の過去問集は買わなくてよろしいというところです。 でまた講義の中でおいおい言っていきますがあの一応過去問集に関してはあのレックのサイトだとかレックの受付とかでご購入されると確か1割引きになったと思うんですねあのただ、えー、一般書店だとかアマゾンさんとか、えー、そういったネットのところで買うとあの確かそのまま定価になってしまうと思うのでただレックのサイトで買うと確か送料が1万以上とか,なんかで無料なのかなあの1冊ずつ買っているといちいちその分だけ送料かかっちゃうのであのちょっとそこは計画的にご、えー ご自身あの送料多分ねいや気にならんよという方はどうぞ一冊ずつご購入ください、えー、私結構送料とか気になっちゃう方なので、えー、なのであのちょっと深度に応じてご購入、まあ、受付だなったらそのままで一冊ずつでも買いますがです。あと 6法なんですがでこの6法に関しても各自でご購入お願いしますというとこなんですが6法、えー、は一応ね、えー、講義始まるあの全体構想のうちは6法なくて大丈夫ですであの必要な6法は画面の方に私が映しますので,で、えー、民法始まるまでに。 1>, えー、1科目目の民法ね、えー、始まるまでにはあ準備していただきたいかなというとこなんですがで、えー、っとでとすねそこに P25 とありますがちょっとブレイクスルーの25ページを出してみてほしいんですよ。でブレイクスルーの25ページでこのブレイクスルーテキストね、えー、ここの25ページに、えー、6法があねこんなものありますよっていうのが乗っかっておりますが。で あの私の方でこれを使いなさいっていう指定はありません、えー、皆さん確か例えばねあの法学部出身の方とかで、えー、使い慣れてる私はねどうしてもここの出版社がいいんだとかあっていうこだわりがある方はどうぞそこをお利用くださいただあのちょっとね、えー、例えばなんかね、あのーえー、特定の分野に特化したような六法とかだったりすると、えー、あのちょっと違うので、まあ、大体この辺りかなっていうところではあるんですがただこれあのどれか一冊でいいんですよ 全部買わなくて結構です、えー。どれか一冊で結構ですが、ただ、ちょっとあの、講義ノートと並行して、両方見開きで見ていただきたいんですが、で、あのー、どれでも構いませんが、まず、あのー、 最新版を用意ください、えー。ってことで、あのー、そうですね、えー、令和2年版、2020年版をご用意くださいってことなんですが、あのー、今だとですね、今これ、あの生クラス収録しておりますのが、えー、2019年の10月中旬なんですが、あのー、各社、まあ、大体、あのー、この10月ぐらいに新しい版の六方が出てるぐらいの時期なんですが、あのー、そうですね、えー、大きさ、 値段マチマチなんですよで私個人的にはあ,のあまりでかいものだと「あの六法」って何度も何度も引いてほしいんですね、えー、ちょい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 引いてほしいんですよ。ってなるとあまり大きめなよくイメージあの、ね、六法全書みたいなね、あのー、もう何か持ってくるのでもよっこらしょみたいな状況だと、えー、なんかすっごいなんかあ法律を勉強してるなっていう感じはあるかもしれませんがでもそんなのない最初だけですよ。 あのどっこら書みたいな、えー、ものを開いて、えー、条文ちまちま引いてなな通学の人だとそれを持って電車乗ってきてってなると実用的ではないので、えー、私こん基本的には小型版でいいんじゃないかなと思います。 であの安いし軽いし、えー、ちょいちょい引けるしというところで、あのー、なのでですね、えー、おすすめはだいたい私あの講義ノートのところで、えー、ブレークスルーに乗っかってる1から7までありますが私がおすすめするのは、えー、黒丸のあたりですよというところで、えー、特に上2つあたりかなと思います。で、えー、小型6方かあとまあ投機6あたりかなっていうところなんですが。 であのまあ、小型六ーってなると小型サイズで弾きやすい携帯に便利と例えばデイリー六ーだとかポケット六ね、えーね丸5デイリー六方丸6ポケット六ーっていうのが、えー、これがちょっとまあブレイクスルーに対応してる感じ、えー、ではあるんですがでちなみに私おすすめ、えー、デイリー六ーとかポケット六で、あのーでちょっと画面に映しますとこれポケット六ーです。あのー で、えー、っとですね、夕日角さんのポケット六本で、えー、っと、まあ、大きさで言いますとですね。えー、まあ、こんな感じです。あの、そうですね。えー、手のひらよりちょっと、大きめぐらいの、こんな感じですね。で、あの、まあ、私ちょっと見出しつけておりますが、で、あの。このぐらいのサイズですか。あの、まあ、でも、ポケットに入るサイズじゃないんですよね。これ。<laughs> えー、ただ、まあ、六本の中では、比較的小型版。 でですでデイリーロッ本も大体このぐらいのサイズです。えー、っとそうです、ね、2000円ぐらいですね1900円プラス消費税とお2000ちょっとぐらいですか。あでああのー、まあ、デイリーロッ本かあ、まあ、ポケットロッ本ですねという感じです。で まあ、私ポケットロップを買っといてなんですが、まああのーまあ、どちらかあ、あのーまあね、賛成動画好きだとか、あのー、ぜひですね、えー、ちょっと大きめな本屋さん行くとですね、あのー、今この秋口ぐらいとか、まあ、大体大きめの本屋さん行くと秋口じゃなくても大体その六方コーナーってあるんですよ。 六方コーナー行っていただくと、えー、こういったものがずらずら並んでまして大体いい六方ってこうケースに入ってますので、えー、ケースから出してもらって、えー、なんかちょっと手触りだとかあと字の大きさ自体だとかあっていうものをちょっと見ながら、えー、な,んかなんとなく自分がピンとくるものを,を見つけていただければいいんじゃないかなと思いますがであのまあ私はポケット六方使ってますがあの まあそうですね、えーまあ、別にデイリーロッ歩去年までデイリーロッポをおすすめしてたんですがあのあ去年私も去年まではあの私去年まではではすね一番下の黒丸の判例付きロッ歩を使ってたんですがあのちょっとまあ気分転換に今年ポケットロッポを買ってみただけなのであのあちょっとたまにはなんか夕日閣買ってみようかなと思っただけなのであの別に私がポケットロッポを持ってるからといって、えー、皆さんにポケットロッポを強くおすすめしているわけではないのでどれか好きなものを選んでくださいと。 まあ比較的、えーまああのー、ちょい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 引いてほしいんですよちちちょょょいいいいい引いてほしいので、えーまあ、比較的小型版の方が、えー、コンパクトに引けるしという感じですあとまあただこのねポケット版あの小さい小型版、えーまあ、ちょいちょい引けるっていうメリットはありますちょっと安いというメリットもありますただ小型版である以上使用者試験に必要な条文を全て掲載しているかっていうとそうでもないんですよ なのでちょっとね、えー、と何でもかんでも少書試験に必要な条文全部乗っかってるやつがよければでかめになりますが2つ目の黒丸投機六方になりますね。でこの投機六方だともう5 6千円ぐらいするのかなあのちょっとでかめですで。いわゆるザ「ザ六方全書」っていうでかめあそこまでのでかい札じゃないですか、えーまあ、あのちょっとでかめなサイズになりますが。 でえー、それがまあ、ね、使用書試験に必要な条文が全てのっかってますよというのは詳細登記六法というところになります。あと、そうですねえー、判例付き六法というものなんですが主要判例の用紙が掲載ってありますが、まあ、あの裁判所の裁判例ですね、えー、主要判例が載っかってはいるんですがただあの、使用書試験でも判例の勉強ってするんですよ。 するんですがただ判例部分を講義で使うことはありませんで判例六本乗っかってるからといってたとえそれが司法書試験的に大事な判例ってわけでもないので でそしてまた判例六本に乗っかってるのは、えー、結論部分が、えーまあ、3, 行3行4行ちらっと乗ってるだけなんですよ。で判例の勉強って事案と結論そしてその結論を導くつための考え方それも含めて勉強していかなきゃいけないので判例六法で判例の勉強をしていくわけではないので試験に必要な判例知識は全部テキストで勉強していきますから、まあ、そういった意味では、まあ、別に判例に乗ってなくてもいいんじゃないと。 判例載ってる分お目当ての条文にたどり着きづらいというデメリットもあったりはいたしますので、えー、そういった意味ではまあただあの大学時代なんかね判例六法使ってたからとどうしても判例付きがいいっていう方はまああのねあまりデカめなものでもあれなので判例六法の中で小型バージョンで言うとまあ反省六法なのかなという感じですですからまあこのあたりかなとは思いますでなのでちょっとブレイクスルーの中身で言いますと まああの丸一万なんかあかなりでかいサイズになりますからで、えー、しかもかなりでかいのに登記、えーね、に関連する、えーね、あの司法書試験に必要な条文全部乗っかってるわけでもないので、えー、なのでちょっと丸一万は非現実的かなとは思います。まあ,あ C でいうともうあの司法書試験対策としてパーフェクトがいいっていうんだったらさっき言った丸七番ですよね、えー。ちょっとでかめにはなりますが、えー、この辺りかなというとこです。 でえー、ちなみにですね、すいません、丸五番、デイリー六本、ちょっと誤職なんですが、えー、デイリー六本、いわゆる小型版のやつね、えー、こちら、あのハンレー載ってません、えー、ので、えー、ちょっと画面にも映しておりますが、これ、×ですね、すいません。 なので丸二番のポケット六方と丸五番のデイリー六方小型版である分あの、ねえーまあ、本当にもうメインの条文が乗っかっているという感じではあるんですがただ、じゃあ、司法書試験に必要な条文全部乗っかってなくていいんですかってところなんですが、まあ、あのただあの、例えば、あの主に登記関連の条文なんですよ。 でで、えー、乗っかっかてないのがねでただ主に登記関連の条文登記関連の条文って、えー、まあそんな民法ほどしょっちゅうしょっちゅう出てくる度に引いてくださいってものでもないのでまあちょろっと12回程度確認すればいいかなっていうとこなんですがまあ今ね皆さんスマホもスマホとか、えー、パソコンとかで、えー、なんとかスペース条文ってやればすぐパンって出てきますので。 えー、なので陶器を勉強してる時にその陶器の条文だけちょっと紙プリントアウトして用意しとくとかね、えー、そのぐらいで十分なので、えー、普段用としては、えー、もうしょっちゅう引くものとしてはこの小型版の六本で十分なんじゃないかなとは思いますので、えーまあ、ちょっと気になったらスマホでちょろっと条文確認するぐらいで,であのちょっとそのレアな条文はね えで十分かなと思いますからだったらもう小型版のがおすすめですというところいやもうなんかねな完璧なものが欲しいっていうんだったら2つ目の「冬季六宝」でいいですしって、えー、いうところではあります。であとそうですね、えー えーまあ、あのそれを、まあ、いずれか、えーまあ、できれば民法の1回目、2回目、えー、ぐらいまでには用意していただきたいんですがあただ、いやちょっともうね、えー、これ講義追っかけで受けてて今もう始めたんだけどなかなか書店行ってるだとか、えー、取り寄せまでに時間かかるということであればあの、ね、一応、講義の中でも講義で条文を引く時には画面の方に条文を移しますけれども、まあ、できれば、えーね、あの民法早い段階で準備していただきたいというところです。め する予定の書籍といたしましてはまずね、えー、これは必須のものではありません、えー、絶対これ買いなさいってものではないんですが、えー、ただ、えー、一応ね6法、えー、条文として完全整理択一6法証法とありましてこれねあのー、会社法の条文集なんですよで、えー、例えばこういうやつねあのー、で この商法、まあ、メインは会社法法です商法と書いてありますが、えー、メインは会社法なんですが仕書試験においては会社法も商法もまあ試験科目なんですよ。でもちろんね、えー、この会社法、商法って、えー、この小型版の6法にも全部乗っかってます乗っかってはいるんですけれども、えー、特に会社法仕書試験でも、えー、メインの科目の一つなんですが、えー、これあの結構条文大事な科目なんですよ。 でただ条文大事な科目なんですがとても読みにくいんですね一つの条文が長ったらしくてとても読みにくいんですよ。で今ちょっとまあパッと開いたところで言いますとで例えばね えーとまあ、今パッと開いたものでいうと182条という条文、まあ、パッと開いたものでねでそこでですよあのこの会社法の条文の面倒くささっていうのは一、えー、つの条文が一個一個ずつもう長いのとその下の条文なんかもう一個の条文だけで、えー、ページも当たってますよねめちゃめちゃ長いのとあと一つの文章がいやもうさらに長いんですよ。でプラス、えー、この会社法の条文の面倒くさいところっていうのは結構いろんな条文を 引用してるんですね。この引用っていうのは準用という言い方をするんですが、で。えー、この、えー、引用、準用とちょっと私あのノートの方にも書いてあるんですが。準用条文に括弧書きってありますよね。つまり、他の条文を引用したときに。通常なんたら。 その元の条文のこの括弧どういう内容なのかっていうのは元のの条条文文引用先の条文を渡っていいいかななきゃいけない面倒くささはあるんですよただそれが一応括弧書きで、えー、掲載されているのでいちいちあちこちまたいで飛んでいかなくてよいので、まあ、ちょっと読みやすいっちゃ読みやすいんですよね。 であとまあちょっとポイントが二色刷りになってたりだとかあと、えーまあ、あの条文会社法に関してはできればその強み的なこともやってほしいんですよ。で、えー、ただその強みをする時に比較的条文が引きやすいというところとあとまあちょっとね簡単なまとめの図表だとかも載ってたりはしますので。 あのえー、まあ会社の勉強を進んでいくと、えー、ちょっとね、えー、条文例えば電車の中とかで、えー、これをね、えー、条文を数字で、まあ、ちょっと読めるようになっていただきたかったりもするんですがあの、まあ、そういった素材としてまず普通の書店で売ってる、まあ、どのロップを取っても通常もう白黒なんですよ。 だけどもちょっっとと色図になってて読みやすいの,とあの、まあ、割とそういった意味では会社を条文が嫌いになって会社を嫌いになるって方結構多いのであの、まあ、会社法に関してはあってもいいのかなとは思います。 で一応ね、えー、これはの使用試験用の教材となっておりますがあの使用試験予備試験って書いてあるんですがあのただ使用書士の受験生でもこれか使ってる方かなり多いです、あのーね、使用試験かっていうねそこは出してるやつなので、えー、ただ使用書士でも使ってる方多いので,で、えー、タイトルに商法となっておりますが、まあ、メイン会社法ですで使用書士もメイン会社法なので。 でえー、なのでまあ,あのそうですね、えー、まああってもいいのかなとは思いますで一応このシリーズね2020年向け、まあ、あの改正民法の6、えー、法もあるんですがあただ民法はそれほど重要が多いわけじゃないですし、えー、民法に関してはもうこちらのものはあんま増やしてもしょうがないので、えー、民法に関しては普通の6法で、えー、十分対処はしうると思うんですが。 えただ、えー、ちょっと読みにくい会社法に関してはあってもいいのかなとは思います。 ってまああのいやいやもう本当に物を増やしたくないんですっていう方はあのそうですね、えー、まあポケット六法ないしは出入り六法だとかそのあたりでいいかなとは思います。でちなみにあのその巡用条文、えー、会社法の巡用,巡用条文引用先の条文ねで出入り六法に関しては2色ずりにはなっておりませんが引用元の条文括弧書きは出入り六法だったら載ってます。 なのでもう本当にあの、ね、こういった択一六法だとかこういったものも増やしたくないともう六法関係は全部一冊でプラスちょっと、ね、細かい条文をスマホで検索、えー、程,度で済む程度で済ませたいって方は出入り六法がいいんじゃないかなと思います。 あねえー、まあちょっとその辺り、えー、一応ですね本屋さんとかでちょいちょい見ていただくといいんじゃないかなと思います。であのー、ちなみにこの私があの今年使います私今使いますこのポケット六方、えー、い有比較のものは会社法にはその引用条文は括弧書きには載っかっていないので、えー、括弧書きに載っかってないってなんとどうなるのかっていうと。 そうですね、じゃあちょっとさっきと同じ条文出しますか160何条でしたっけえー、っとですねまあいいやちょっとえー、っとですね例えばですよねあの普通の条文ってですねえー、っと ねえー、164条と、まあ、これ出しましたが、えー、株式会社はうんぬんかんぬんって書いてあってここ画面ね160条1項の規定による決定する時は、えー、道場なんちゃらなんちゃらを適用しないとかってもう,もうさらっと条文番号だけしか書いてないんですよ。ってなると、えー、この条文見たときに今度また160条にまた戻っていかなきゃ飛んでいかないといけないと。 ただそれがちょっとコンパクトに何の話かが書いてあるっていうのがあのねデイリーロッポだったりこういったあ卓一六ッだったりもするのでなのでいやいやもうちょっとね、えー、あのこういったものを増やしたくないでで,で,で一冊で済ませたいっていうんだったら会社法の重要順用順序に限ってはデイリーロッポだったら載ってますえあのポケット六ッポには載っ,かってませんえー、っていうところでまああのそうですね、えー、まああとはデザインとかね。 な、えー、なんととくここれかかっこいいとか、えーあのー、私去年まで、あのー、そうですね半嶺小六歩模範小六歩を使ってたの模範小六歩をちょっとデザインがかっこよかったりとかあなので六歩、あのーねえー、のデザイン、えー、でちょっとなんかこうかっこいいなとかってもうそれだけでもずいぶんテンション違ってくると思うのであなんかそのあたり本屋さん行って、えー、いろいろ見てみてください。 でえー、ただあの一応この辺りだったらどれでも大丈夫ですというところですであんまデカめなものはお勧めしませんが全てのっかってるものが良ければあーねっ陶器六をちょっとでかいけどそれにするしかないかなっていう感じです。でただ陶器六宝は一般書店さんにはなかなか売ってないかもしれないので、えー、ちょっとネットで買うだとかになろうかと思います。 あとプラスですね、えー、もう一つおすすめを予定しているものといたしまして、えー、一番下丸二番でひな型コレクションというものなんですがこれは陶器、えー、を勉強する際に陶器、えー、の申請書に記載するひな型っていう、ねえー、型があるんですよ。でちょっとそれを覚えていかなきゃいけないので、えー、そのひな型コレクションちょっと画面に映すと、えー、これ商業陶器なんですがあの不動産陶器はあのこれがちょっと円字形のものになりますがこれ これはのレックでお出し,してるやそのね、えー、ひな型という、ねえー、型を覚えるようの一問一答形式のちょっと問題集みたいなやつなんですがただそれあってもいいですよっていう感じで、えー、不動産投機と商業投機とありますがで商業投機はまあ,あってもなくてもいいかなと思いますが不動産投機はちょっとひな型のパターン多いので。 えー、なので不動産登記はあってもいいいかなと思います不動産は、えー、2019年の10月に、えー、審判があ出たんですがで、えー、ただ、あのーまあ、皆さん登記を勉強して登記、えー、を勉強してちょっと進んで「あやっぱこれひな型衆ないと困るわ」とか「いやいや私はブレイクスルーで大丈夫ですと」と言うんだったらそれでいいし。 であのひな形コレクション、えー、使って受かった人もいますしひな、えー、形コレクション使わなかったけどなんとかブレイクスルーで、えー、覚えられましたという方もいらっしゃるので、えー、あの不動産投機入ってからで、えーね、使うかどうか、えー、考えてもいいのかなと思いますで、えー、一応あの講義の中でもひな形コレクションの話は一応不動産投機入ったりしますので、えー、そのあたりで、えー、ただ、まあ、事前に言っといたのがあ,の私あ,のあれこれ基本的に教材を増やしてほしくないんですよ。 あ,のあれ買いなさいこれ買いなさいって、えー、次から次へと、えー、この本買ってあの本買ってっていうのはあ,のあんまり言いたくないので、えーあのー、というのが目の前のもうブレークスルーだけでもいっぱいいっぱいなんですよブレークスルーと過去問だけでもいっぱいいっぱいなんですね。と、え、は、ー、追加であれ買ってくださいこれ買ってくださいあの問題集だとかこの書籍いいですよとかあっていうもの増やせば増やすほど、えー、間違いなく一発合格から遠のくと思ってください。 えーなので事前にあのいいとこ追加でおすすめするのはこの辺りですよというところでもしかしたらもう追加でもしかす,すごいも,うもっといいのが出てできたらね言、えー、うかもしれませんが少なくとも現時点ではあ講義の中で、えーまあね、だこれも講義の中で使うやつじゃないので。 あの一応こういうのがありますよっていうのを事前にお伝えしておくだけなので、えー、次々追加であれも買ってこれも買ってっていうのは出てくることは基本しませんし、えー、あとこれもね追加で教材を、えー、あれこれ買い始めると、あのー、一発合格から遠のくよと。 いうことも先に申し上げておきますのであのどうしても例えばね通勤時間が長いんだとかあねこま切れ時間だとかちょっと出先での時間が結構あるんだという方はまああのね、えー、あっても1冊2冊で、えー、あれこれなんかね、えー、結構いらっしゃいます。えー買って ただ満足する人。えー、なんか次々本屋さんにちょいと立ち寄って、えー、見たことのない司法書士関連の書式ペロッと見るとなんかよさそうだなって見えるんですよね。えー、ペロッと見てよさそうなと思って買う。買うとなんかまあすごいどんどん教材増えていくと勉強してるなんか満足してる風な。でも、えー、あのあっちに書いてあることこっちに書いてあること全部が完璧にマスターできてるわけではないはずなんですね。えー、もう大体そういったこう,こういった特用座に書いてあるブレブレイクスルーテキストに書いてあ,ありますので。なるとそれ見る暇あったらブレイクスルーし上あげようよと。で 一発合格者は過去一発合格者見てても一発合格者目の前のもの前もしかやってません一発合格者であれこれ教材増やしてる人私見たことないです。なのであのね、えー、あんまり次から次へと買って満足してこれは講座にも言えることなんですよ。 ね、あ,のあまりあのそうですねあれこれ言うとあの、ねえー、誇れるかもしれませんがあ,のあんま講座次々受講しまくってると、えー、これ間違いなくベテランになりますよ。えー、なのであのもうそれでなくても、えー、この新15か月合格コース、えーね、130校もあって働,け働きながら勉強して、えー、結構もういっぱいいっぱいになるはずなんですよ。 なので、えー、講義と復習とか顧問だとか、えー、そういったあ、ね、問題演習だとかでもいっぱいいっぱいなるはずなので、えー、そこをしっかり仕上げていきましょう、えー、次々講座だとか買って、えー、講義一応ざっと全部の買った講座受けたけどって講義受けて復習しないと自分のものにはならないので。 ですからそういった意味で、えー、あのねどうしても追加講座ああね、えー、必要だったらまああの個別にご相談いただいてもいいですしというところですまあ C ていうとまあだいもうこの講座大体もう全部ね問題演習もパックになっているので。 えー、もうあれこれ手を出してる暇はないんですがものすごい勉強が順調に進みまくってますという状況であと学習開始時間が早い空き巣だとかで,であと本試験直前期になってきて直前期っていうのは本試験いや、ね、皆さんで言うと2021年の1月から3月に実施する2年目以降の方の答案練習会という模擬試験毎週毎週登連があるんですよ。 でそれだったら1回追加で受けてもいいかなというのはあるにはあるんですが、ね、それはの受講生さんには半額で受けられるよっていうものあるにはあるんですがただそれはもう学習が順調に進みまくっててその時期になったら考えればいい話で。 少なくとも今からあれを取るぞという前提の話じゃなくて、えー、順調に進みまくってれば何か半額で受けられるのがあるらしいよというののなんかちらっとした薄いなんか認識で薄い記憶で十分です、えー、ただあのもう少なくとも今から開始して目の前のものを完全制覇するとで一発合格者でもそうう今言った追加騰練だとかも受けてない人結構多いので。 なのでもうとにかく目の前のものを完全制覇、えー、そのスタンスは最後まで持ち続けていただきたいかなと思います。で続きまして今度「ページ行ってくださいで今度受講に際して」ってとこなんですがで講義はあのー、私1コマ1回分の講義を1コマという言い方をしますが、えー、例えば全体構造は全部で3コマですよね。 えー、3回の講義1回の講義を1コマという言い方をしますが、えー、1コマが3時間ですでただ3時間も一応前後半に分かれておりますで、えー、ますであ大体1時間25分休憩10分挟んで後半1時間25分で休憩込みの3時間という形にはなりますがただあのー、まあ やっっぱりちょっとね前半、後半、霧のいいところで休憩に入ったり霧のいいところで講義が終わるという感じになりますのでそういった意味では、まあ、ちょっとねあのー、講義も多少延長します、もう延長あると思ってください。 大体いい3時間10分とか、えーねえー、15分ぐらいまでは延長あるかなと思ってください。あのもう3時間になったから絶賛話の真っ最中ですけれどもってポチッて切ったりはちょっとでなかなかしにくいので、えー、なので「切、え、り、ー、のいいところで終わるよ」を3時間10分ぐらいはあるかなというスタンスで思っておいてください。あと、えー、通信の方はあのそうですね、えー、一時停止をしながら受けていただいて構いませんがあの通信の方は、えー、例えば半コマ今日受けて。 屈習してで次の批判コマ受けるとかっていうのもありだと思いますがただ少なくとも、えー、まあ括弧一,番です、ね、一定ペースを保つとういうことは、えー、心がけていただきたいかなと思いますでアンンダーーラインペース1が第一条件とありますがこれは一発合格をするためにラがあってはなかなかね講義の進ね,あのね今週はもう頑張って4コマ受けたけど4コマ受けて満足しちゃって2週間空いちゃったということで。 だとは結局130個も消化せずに2021年の本試験迎えかねないということになりますからあの、ねえー、まず、ペース維持ですね、えー、通学の受験生さんであれば、まああのねえー、できるだけ講義は全会出席を目標にということで。 でえー、まあ休まないということになってきますけれどもあの通学の方であの例えばね、えー、あの私の池袋の生クラスの通学の方であればあの、ね、ちょっと平日のスケジュールと土曜日のスケジュールだとかいろいろイレギュラーであると思いますが、えー、ちょっとまあそれもごしお仕事の都合だとかで来れる時あと、えー、私のウェブのクラスもしくは DVD のクラスであの地方の通学の方も中にはいらっしゃると思うんですよ。えー、そううするとと、まああねえー、ウェブというか、まあ あの佐々木のウェブもついいてきますよみたいな感じで、えーね、あの地方の通学の方もいらっしゃると思いますが、まあ、通学で受けられるという状況であれば、まあ、できるだけ生は行った方がいいかなと思いますでこれがあるる意味強制力にもなってると思うんですよねですからその生の強制力とあと周りにライバルがいるというのはやっぱね考、えー、えたいとこだと思うので、あのーね、もちろんねメラメラねライバルシーンをメラメラ表向きにするんじゃなくてなんとなくねああ一緒に頑張ってる仲間がいるんだ ななととといいいうところを感じるぐらいかなと思いますがただ少なくとも強制力といった意味においては通学スケジュールでやむを得ない事情で休んでしまったらウェブ受講等でできるだけ早くフォローしていただきたいかなと思います。でえそしてあのそうですね池袋の生クラスの方であればえ生の翌日からもうネットの方に生クラス向けの配信始まりますね。 えー、なので、えー、万が一生欠席したとしてももしくは、えー、遅刻もしくは早退した場合でもお、ねえー、ウェブの方で次回までにはもうねその講義を受けられるはずです。で、えー、あ,のあと、まあ、できるだけその、まあ、休んでしまった時も欠席、えー、はブフォローだとかで対処はしうると思うんですが1週間単位で復習まで含めて翌週に繰り越さないことを目標に取り組んでいただきたいかなと思います。 でえー、なのでですねあの講義も進度進んでくるとだいたい週2コマき省の方であればで、えー、あの春開始の方もこのウェブを見ていただく感じになると思うんですが、うん、春開始の方だと一応週3コマかもしくはあのものすごい遅い時期のスタートであれば週4コマぐらい消化していかなきゃいけないというところなんですが特に通信の方は二番ね、えー、まあ 講義の曜日だとかを決めると良いですよというところである程度ペースが大事になってきますよと。なので、えー、例えばもうあのね平日はなかなか無理ですっていう方は、えー、土日という土日を講義の日って決めていただくのもありなんですがあ,のあとは一日半コマずつ受講することもありですけれども、えー、ただあの、ね、一応講義の進度的にはあの、ね、講義配信スケジュールを目安にできるだけ遅れずに受けると。配信 もしくは d さいまあどうしてもどのペースか分かんなかったら一応例えばその生クラスのスケジュールであの生を撮ってそれを収録、まあ、あのウ,ェブウェブ配信だとか DVD 発送に回すのでなかなかちょっと生クラスとぴったり同じってわけにいかないと思うんですがただ一応生クラスプラス2週間とか3週間ぐらいの進度で考えていただくとちょっとそれに遅れとっちゃうとやばい。 かなとかああいう感じで通信の方はスケジュール管理をしてってくださいで、えー、その上で2番今度、えー、まあ講義を受けることこれが大前提なんですが2番予習は不要ですと でその分、復習を完璧にしてくださいで、さらに復習はためないということで講義を受けて復習をするこれ、復習きっちりすることが第2条件ですよということなんですがでこの復習まで終えてはい講義受けましたとい,という状況だと思ってください講義受けましたでも復習やってませんという状況だとその講義はまだ受けてないに等しいぐらいの位置づけです。 講義受けて復習まで終わってよっしゃ講義受け終わったというスタンスですね、えー、ですから、えー、復習まで終えること1週間単位でスケジュール管理をしていきましょうできるだけ翌週に持ち越さないというところで、えー、ですから生クラスの方であればあね講義を受けて復習まで終わらせて次の講義に臨むというところ でえー、通信の方も、えー「講義だけ一気に3コマ受けて復習まだです」っていうんだと、えーね、3回前の講義って多分覚えてないと思うんですよね、えー、ですから、えー、講義を受けててて復習し自自分のものにする自分の頭のののもにすするる頭中で考えととということが必要となってきますで、えー、それを翌週に持ち越さないで、えー、過去の一発合格者に「あなた何で一発合格できたと思います?」ということを聞いてみたら社会人受験生の方の一発合格者に聞いてみたら「累積赤字をためない」というす。 とととということにとことんこにんだわりましたとで本当に仕事で忙しかった時でも、えー、その1週間単位で累積赤字一、えー、回赤字作っちゃったら多分私ズルズルになってしまうと思ったので、えー、赤字を作らないということを、えー、自分との約束にして。 で、えー、翌週に持ち越さないですから、えー、結構ね、えー、あのー、ねギリギリ夏休み前の受験生あのー、夏休みの受験生じゃあのー、小学生じゃないけれどもあのー、次講義が決まってます。ねそこまでになんとかって講義の前の日はすごいなんかねたまった復習に追っかけられて忙しかったけれども何が何でも次の講義までには復習を終えるというのを自分との約束にして。 えね頑張りましたとで、えー、それを頑張って繰り返してきてたらあなんとかあね学習がうまく回っていくようになりましたと大いうに言ってましたけれどもまあ翌週に持ち越さない累積赤字を作らないというところです。 でただね累積赤字を作らないというのを自分との約束にしたとしても場合によってはどうしても病気、仕事、家庭の事情だとかでですねやっぱどうしてもスケジュール通りに自分だけのスケジュールで動けなくなることってあると思うんですね、仕事あとは例えばお子さん小さなお子さんいらっしゃったりなんかするとそうもいかない時があったりすると思います。でとなるとそういった場合にはねスケジュールの見直しとかも必要になってくるとは思いますけど。 あと例えばその生クラスの方であればね、えー、講義はもう生でどん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 進んでいくけれども、えー、ただ自分はどっから参加して追いついていけばいいのかとかで、えー、場合によっては、ねえー、半,年あ半月半月ほど、えーまあ、あの入院しましたとか。 ああだったらそこリカバリーどうするかとか、えー、途中例えば移動になってしまって、えー、とてもじゃないけど勉強できない時期がありましたとかあそうするとまあ半月とか一ヶ月ぐらい勉強できない時期って、えー、突発的に起きることあるかもしれないじゃないですかそういった時に関してはあまた追って個別にご相談いただきたいかなと思いますでそれは生クラスの方は、えー、個別のカウンセリングだったりあと通信の方も、えー、ネットフォローだとかでまたお話をしますが、えー、あのインターネットフォローだとかで直接私とおね、えー、ご相談 できる場っていうのは用意してありますので、えー、そちらをうまく使っていただきたいかなと思います。でさらに、あの括弧三番でメモ用紙、付箋、マーカーを持参してくださいということと、あとインデックスを活用してほしいってことなんですが、であのまあね、えー、特に講義中、私あの結構、えー、あの今よりもうちょっと早口になると思います。あのできるだけ多くの情報を提供したいので、ただ大事なことは二回、三回繰り返して。 え声でかめに、えー、ねあの2回3回繰り返してこうじゃないよみたいなものを、えー、言ってったりしますしあとすっごい大事なところは「いこれもうちょっと色つけて」とかあ言ってたりしますがあの何でもかんでもね、えー、あの真っ赤になるほど真っき木になるほど色引くということはいたしませんけれども、えー、ちょっと読みにくい文章だとかね、えー、あの長文でちょっとこれは解体しながら読んでった方が読みやすいよとかあいうところは読みながらちょっと色分けをして、えー、2色に色分けて。 例えばピンクと黄色で、えー、蛍光ペンで色つけてちょっとピンク部分を飛ばして読むからねとかああいうな、えー、読みにくいものなんかは講義の中でちょっとそういった工夫をしていきますのでできれば23色の蛍光ペン的なもので蛍光ペンが嫌だっていう方は別にあの、ねえー、あの色鉛筆でもあという23色のボールペンでも構いません。 えね、ちょっと色が23色あるといいのかなと思いますでそういった意味でちょっと読みにくいところ、ねえー、キーワード的なところは、ねえー、講義の中で言っていきます。あとそうですねね、えーえー、この付箋、まあ、ポストトイット、ねえー、例えば 復習してて、えー、あの、ちょっとわかんないところ、後で確認しようだとか、あと、えー、例えば出先で過去問解いてて、えー、ちょっと家帰ってテキスト確認したいだとか、もしくは、えー、例えば過去問解いてて、えー、後でちょっともうわかんないけどじっくりテキスト戻ってる時間はないとかいうところは、あね、えーね、ここが何でかわかんないと。で、その時ね、えー、戻ろうって付箋貼るだけだと、1日経つと、 戻ってみるとそもそも何この付箋となっっててているることって往々にしてあるんですよなので、ね、大体付箋貼る時っていうのは一言目も入れとかないとあとあと何のための付箋かって多分分かんなくなると思います。で結構生クラスとかでも、えー、家で復習してて、えー、これ次講義行った時に質問しようって、えー、質問用の付箋だけ貼って、えー、先生ここそういえば質問あるんだって持ってきて、えー、付箋を見て。 あれ、ちょっと待って、な、なんでかわかんなくない、何がわかんないかわかんなくなりましたみたいな方もいらっしゃるので、えー、後で確認しようとか、質問不正だとかでは、えー、そこに一言目も書いておくといいかなと思います。で、あの、あとね、えー、そうですね、えー、 結構私講義の中で、えー、具体例をたくさん、あのー、この画面にも書きますし A さん B さん C さんがどうしたこうしたって話は言っていくんですよ。でその時に、あのー、ちょっと大きめの付箋だとかをペ、ねあのー、書いて、えー、テキストにペタッと貼っとくと。 でえー、あとあともうこれがいらないなってなった時に付箋剥がせばいいわけだしであのちょっとなんかね付箋、えー、大中小ぐらいであった方があいいのかなとは思いますけれどもあ,のであと付箋に関しても講義の中でですね例えば民法なんかは頭からやっててテキスト全部で4冊あるんですが1冊目やってる最中にこれあとで3冊目で出てくるからこれ保留だよと民法全部済んだら読めるようになるからちょっと保留ねってカッコしてあるところとかあ出てくるんですよ。 だと、これは不動産登記でやるから今のところ保留とか、ああいう保留ものっていくつか出てくるんですね。で、そういったところは、後から戻って読まなきゃという色の付箋。もしくは、ねえー、例えば、もうここは、とりあえず今いいけど、余力があれば読んどいてと。 優先順位ははそれほど高くはないと、えー、試験に受かるために必須なものじゃないけれども、まあ、できればちょっとね時間があったら読んどいてと時間があったら読んどいての付箋、えー、例えばそれを黄色とかねにしとくとちょっと細切れ時間、えー、ちょっと5分時間あるんだという時にあのちょっとその5分の黄色い付箋のところを読むとかね。 であのまあそんな感じで、えーまあ、あるといいいのかなとと思いますあ,と、えーまあちょっとでかめな付箋としては講義中画面に A さん B さん C さんがどうしたとか書きながらあ、ね、あのそういったものがピッと横に貼ってあると、えーあのねえーまあ、一発合格者のテキストってそういった意味ではいい意味であの付箋だったり書き込みが結構多いんですよ。 でえー、そういった意味で一発合格者のテキストいい意味で汚いですあの一発合格者の汚いテキストあの、ま、汚いっていうのは失礼ですがあの書き込みだらけでね、えー、汚いテキストをあのあ過去のつ話もののコピー取らせてもらってますのでいずれ講義の中でも画面に映しながらご紹介していきますがあのそういった意味で、えー、自分なりの、えー、ガンガン自分さえ読めればいいのできれいにまとめようとかっていう発想はいらないです。 あの昨日にきれいにまとめてる時間があったらその分だけ一問でも多く過去問といてくださいぐらいのスタンスで、えー、ただテキストに直接ガン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 書き込んじゃってくださいで別冊の,あの今付箋と言いましたけれども別冊のノートだとかっていうのはあのそれだともう教材増やしていくことになるのであっちこっちでうろうろ情報の迷子になるのが一番困るんですよ。なのでいいとこ付箋を、えー、ペタッと貼るか。 あいいとかなんか紙に別に書いたんだったら、えー、それを何かねマスキングテープか何かで貼っとくとかね、えー、ぐらいにあの全部情報はテキストの方に集約することおこれをおすすめしますであとまあそうですねあのー、まあ,あインデックスなんですがインデックスも主にメインの4科目、えー、まあ民法とかね、えー、不動産登記だとか、えー、メインの4科目に関しては あのちなみにメインの4科目は何なのかっていうと、えー、の一番最初は最,最初4つの科目です。あの講義の進度でいうと不動産民法不動産登記法そして会社法と商業登記法これがメインの4科目なんですが、えー、そこのメインの4科目に関してはブレイクスルーのテキストに見出し、えー、があると。 まあこのメインの四科目って問題解いちゃ戻って例えば民法をやりながら不動産登記に飛んでえー、あと会社をやりながら商業登記に飛ぶっていうことが、えー、いずれ勉強進んでくると、えー、科目を超えてテキストに確認したくなったりだとかあと過去問解いてテキストに戻ることって結構あるんですよあとメインの四科目に関しては、えー、テキストのいかに情報に素早くたどり着けるかどうかっていうのが結構大事になってくるんですね あの、もう一番の課題が直前期にできるだけたくさんの情報量を処理していけないんですよ。そのためには、普段から、あの、あちこちテキストに飛んだりだとか、あと、ま、見出しをついているというところ。まあ、それがあると、とても時短になりますので。 えーまあ、あのそれは今からしなくていいですよある程度進んだ段階で、えーあのねえー、ブレイクスルーテキストに見出しをつける全科目やんなくていいですが、えー、少なくともメインの4科目はあっていいかなと思いますでその6本の見出しなんですがあのまあそうですね、えー、っと一応6本の見出しでいうとあの普通なんか立派なインデックスのシールあるじゃないですか。あれででもいいんですがあの6 6方にインデックスシールを貼り始めるとあの6本の紙自体が薄いのでそれきっかけで6本ベベリベリに破れてきたりすするんですよでこれはあの私フィルムタイプの付箋なんですが画面に映してるやつね、えー、フィルムタイプの付箋なんですがそれだとまあベリベリにそれきっかけで破れたりはしないので、あのー、フィルムタイプの付箋なので、えー、付箋貼ってもその下の、あのーね、やつがあの見られますよね。 あのなので、えー、こういったやつですねあ,のあとそうですね私民法なんかはあの民法全部で1,000条、えー、以上あるんですがあの民法講義の中で引いていくんですが私は、ねえー、皆さんに「はい何条出して」っていうのは誰よりも早く民法の,あの条文を出さなきゃいけないので,で、えー、なので私はちょっと100番単位で入れておりますが、まああのまあ、皆さんここまでしなくていいかもしれませんがあの民法に関してはもうしょっちゅうしょっちゅう6本引くので。 えなので、あの一応ちょっと民法は講義の中でも、えー、しょっちゅうあの画面に映すことはありますけれどもあの、まあ、まあできるだけもうたどり着きやすいようにと、まあ、ただ、皆さんここまでしなくていいですよ 100, 100番単位で入れなくていいんですがあの、まあ、ただ、一応民法とあと見出しつけてほしいやつはあの全部じゃなくていいんですよ、えー、一応、試験科目になっている条文。 にはあ見出しつけてみてみくださいであの私これ全部ちょっと見出しつけてるわけじゃないんですがあの会社法だとか私別のさっきの択一六法だとか使っちゃうのでつ、えー、けてないだけなんですが、あのー、そうですねちょっと画面映すと、まああのー、こんな感じで、あのー「不当」っていうのは不動産投機であと「訴失法」っていうのは民事訴訟法民事執行法民事保全法とこれも試験科目なんですが。 えー、あと、刑法だとかねあの、まあ、分かればいいんですよ、自分なりに。えー、であの、一応入れております、あと、プラス、試験科目の独立の試験科目じゃないけれども、えー、あの6本に見出しつけておいてほしいのが借地借下法ね借地借下法という条文があるんですが、えー、それもちょっと講義の中で引きます、あこれ民法の中で聞かれるんです。 民法の中で借地借地法の知識必要になってきますから借地借地法を講義の中で引くことありますので,でなのであの一応ね借地借法にも見出しをつけておくという準備これをしといてくださいであの講義の中で、えー、あの条文あの特に民法の講義はちょいちょい引くことあるんですがあなので生クラスの方通学の方は、えー、あの講義にあのできれば6本も持ってきてほしいんですが。 ね、あのいやどうしてもちょっと仕事代わりでね荷物が重いだとか今日はちょっと荷物重くて6本持ってこれないとかっていう方は一応講義の中で聞く分に関しては画面には映しますけどもただ、えー、皆さんが生クラスの方皆さんが開き終わってお目当ての条文の例えば借地借家法の、えーね、31条出してくださいって言った時に皆さんが借地借家法31条開き終わるまでちょっと待ってられないんですよ。 えー、収録時間のの問題もあるのでなので,、あのー、なので皆さんが「はい同文出して」って言ったらカバンの中からのそのそカバンどれどこだっけなって、えー、ケースから出して、えー、目次を見てどこかなっていうのを私は皆さんの分待ってられないので,で、えー、ある程度の方がもう開いた時点で私読み始めますので、えー、なので、えー、ちょっとまあそういった意味ではあメインの科目だったり借地着家これ家で勉強してる時に見出してて言うと思うので。 えーまあ、ちょっとその下準備、えー、これはしておいてください、えー、なので、えー、逆の言い方をすると生クラスで講義受ける時にもう6本どこに箱から出しておいといてくださいとこういう感じです。でこれはあのそうですね、えー、テキストだとか講義ノートだとかも、えー、受ける前にはもう全部上に机の上に出しとくように、えー、それをお願いします。あとですね あのそうですね、括、え、弧、ー、4番でこれ、賞味の勉強時間を記録というところなんですがこの賞味の勉強時間に関して言うと、まあ、あのもちろんね、えー、勉強時間がすべてではないんですよ。だけれども、やはり、試験のの勉勉強強っっててですすね、えーまあ、あのかななりの勉強量必要となってきますで、えー、そういった意味であの自分のやった成果がちょっと目に見える見える化をしてほしいんですよ。 でそこで、ねえー、では意味がないんですね例えば「今日は3時間机に向かいましたけれども途中スマホちょいちょい触りました」とか「ちょっとウトウトしました」えー「トイレに行ってお茶入れて、えーまあ、ちょっとゆるっとしてました」だと「 実質のところ賞味の勉強時間って勉強体制には3時間あったかもしれませんが下手したら賞味の勉強時間ってスマホ触る時間次第によっては1時間半ぐらいいいししかないかもしれななもれんですよねでそこで3時間カウントされちゃ困るんですよ。 なので賞味の勉強時間を記録していってくださいということで、えー、机に向かった時間では意味がないので集中できなかった時間容赦なくさっぴいてくださいというところで、あのー、これ私も自分が受験生時代やってましたで結構合格者でもやっている方多いんですよで、あのーまあ、一応ね、えっと、時間管理アプリだとかもあるっちゃあるんですが、あのー、アプリ触るとスマホ触るスマホ触ると誘惑が多いと。 そうですね、えー、人によってはもうあの、ねえー、昔ながらの,、まあ、あの例えばそうですね、えー、ちっちゃいなんかあの手帳メモ 何でもいいですよあの今日勉強も今日勉強するときにその辺の裏紙、えー、を持ってきてでそこに、えー、机についた時間メモってでちょっとうとうとしたらそこにマイナス10とかあ書いて1日の終わり時間に勉強時間カウントしてでそれを記録してってほしいんですねで、えー、その記録していくと良いパターンダメパターンって絶対見えてくるはずなんで例えば平日の過ごし方でも今日は残業なしに帰ってきたのに で、えー、なんで今日はこんなにできたんだろう?」とかね、えー「今日は残業なしに帰ってきたのに、えー、すごいなんかねすごい勉強を早くに勉強体制ついたはずなのに実際正味の勉強時間,勉強時間少なかった」と「で良いパターンダメパターン自分の勉強時間効率見えてくると思うので、えー、ぜひそれを記録していってほしいんですよ」でその「良い生活パターンダメパターン」これを記録していってほしいんですがちょっとページめくってもらうと「 後ろの方にですねあの、まあ、8ページ以降ですよにカレンダー載ってますね。あの別にここに書かなくていいんですがあの一応、えー、カレンダーありましてそこにですね、えー、まあ日々勉強記録つけてってほしいんですね。で そこに、横に、勉強時間、目標、平日と休日と累計。で、この累計は1ヶ月終わった段階で。で、あの、平日何時間を目安に頑張っていきましょう。で、これ、直前期になれば、徐々に徐々に増やしてい,っていかなきゃいけないんですけれども。 まあ、そういった意味で、あと、今月のやることリストだとかあを書いておく。まあ、あの、優先順位もそこに書いておく。振り返ってみたときに、今月の反省を記録しておくと、良いパターン、ダメパターン。ダメパターンを見,れ見える化して、えー、次につなげてほしいんですね。ってことで、あのー、ね、えー、カレンダーのところに関しては、あの日々の勉強時間の記録だとか、別にここじゃなくてもいいですよ。あのー、私自分が受験生時代やってたのが、 あのなんかその辺のなんか何でもいいですよ会社からもらってきたカレンダーを壁にバンって貼ってあの、まあ、例えばその1年分のカレンダーとかね、えー、バンって貼って日付の横に1日の勉強時間の終わりに何点、えー、なんて,なんて、えー、勉強時間書いて。で書くと別に人に見せるわけじゃないんですができるだけいい数字が書きたくなるんですよ。これあのレコーディングの効果あのレコーディー記録をつけるね。 であのレコーディングダイエットってものすごい前に流行ったんですがあのそんなみたいなもんで,であのよくスポーツだとかでもそういったことをやってる方多いんですが、えーあのね、自分で記録をつけるってなるとあのそうするとあのもちろんズルだけはしちゃいけないただズルするのは自分が分かっていると思うのでそこだけは仕方、えー、やっても意味がないっていうのは分か,かると思うんですがそうすると正味の勉強時間を、えーまあ、ちょっとうとうとしているちょっと。スマホ触っっちゃった時間は容赦なく 私は自分があトイレ行った時間3分もさっぴいて、えーねえー、ちょっとウトとウトとしたらもうね15分遠慮なくさっぴいてでその正味の勉強時間を記録していくとなるとあの、まあ、直前期だとかってその正味の勉強時間がどんどんやっぱ増えていくんですがあの、まあ、その記録をつけていくというところで私ねあの受験生時代正味の勉強時間で1日フルに勉強できた休みの日とかね あで、賞、えー、味の勉強時間の最高記録は私十一時間五十五分だったんですよ。で、賞味の勉強時間十一時間十五分ってもうほぼほぼ勉強だけしかやってないんですよ一日。で、ただあのー、で一日二十四時間じゃないねじゃないですか。それでも賞味の勉強時間十時間五十五分でめっちゃ勉強したなっていうぐらいなんです。で、これ結構個人差あるんですよ。賞味の勉強時間があのー。 過去すごい人で、えー、過去一発一位で受かった人は賞味の勉強時間超直前期に20時間「えこれ本当と賞味?」って聞いたら「はい」って。 なんでそんな頑張れたの?」って聞いたらあ私講義の中で「いやだ大丈夫勉強しすぎて死んだやつはいないから死ぬ気で頑張れと」と、えー「だって佐々木先生死ぬ気で頑張れ記録に更新だ」って先生が言ってたから記録に更新やってみたら、うん、20時間やったらもうふらふらで次の日使い物になりませんでしたと <laughs> 言ってましたがまあただどっかであの時々丸々一日休みの日があったら自分とのチャレンジデーというのを作ってみるといいかなと思います。でこれは あの最初の段階はまだまだなかなかねチャレンジでって言ってもいいとこね、えー、まあ4時間やったらもういっぱいいっぱいとかいう状況だと思うんですがただあのこれ結構個人差あります一発合格した人で大体いい1日もうマックスでどのぐらいやってたって言ったらああのそうですね10時間ぐらいが精いっぱいでしたっていう人もいれば。 もうほっと間に合わなかったから、えー、直前期にあの頑張ってももう14が限界でしたとかあ、ね、あの10時間が限界でしたとかいう方もいらっしゃいます。これ結構個人差あるんですがあのぜひですね、えー、チャレンジデーというのを作ってみるとおそうするとそれもやっぱり日日の休日の休過ごし方良いパターンダメパタターーンンってて見えてくると思うんでうあ昼ごはんのあにテレビつけちゃったから誰だったんだとか。 あのねえー、昼ご飯食べ過ぎたから打とうとしちゃったんだとかあの、ねえー、前日の前日からね、えー、あの前日こうしちゃったから駄目だったんだとかでそうするとダメパターン見えてくれば逆にそれやらなきゃいいわけ、ね、であの受験生ってやっぱり皆さんいっぱい失敗してます。 それは勉強時間に関してもあの、ね、問題演習に関しても、えー、いっぱいいっぱい失敗を積み重ねてそれを次に生かしていくとそれは勉強スタンスに関しても同じで,で、えー、家で全然勉強できねえやと思うんだったらもうしょうがない自習室だとか図書館に行くとこういう、ね、あの自分からその、ねえー、失敗パターンを同じことをしないようにとこういう、ね、勉強場所とかも含めてね。 あの家だとなかなか集中できないとかだったら、えー、例えば図書館あとそうですね平日だったらファミレスとか、えー、ちょっとスタバ的なカフェみたいなのを使ったりだとかあ,あと故郷の図書館あと大学の図書館を地域の方に開放しているところもあると思います、えー、ちょっといくつか勉強場所を重さくしてみる近くにレックがあればレックの受講生さんであればあの実習室は全部あの、ね、この講座づくをされてる方であれば実習室はどこでもレックどこでも使えますのであのお近くにレックがある方 は地元のレッグとか時々気分転換に別のレッグ行ってみるのもいいんじゃないかなと思いますのでそういったものをやってみてください。で続きましてまたと「括弧5番ね戻ってください」2ページで「括弧5番友人受験仲間は作るべきですか?」というところなんですがまあ「いた方がいいかな」と。通学生であれば ただあの過去見ててもあの皆さん、えー、あの通学生でそんなベタベタな本当お友達を作りに来てるわけではないのであの、ねえーそのね、あ帰りご飯食べていこうみたいなな残念ながら多分その余裕はないいと思います、えー、帰りご飯食べに行こうじゃなくて帰りとっとと慌てて帰って復習するぐらいなあ日々になってきますので、まあ、時々ね あのー、まあ、飲みに行ったりとかっていうのはありだとは思うんですがあのー、あとまあそうですね、えー、グループ LINE 的なものもう勉強しながらいちいちピコピコなったりするとそれでもうね勉強途切れるとそれはそれで何のために勉強してるのかわかんなくなってくると思いますからある程度ね、えー、いた方がいいけどまあ 時々ちょっと喋るぐらいの距離感なのかなとは思います、えー、で、気の合わない人とは無理して付き合う必要はないですよってことでどっかでもフェイドアウトするとあとあの勉強仲間作るんだったらやる気のある友達以外はやめたほうがいいと思いますもう司法書士受験生という括りで、えー、受験生仲間だったら誰でもってなるとあのー、ものすごい頑張ってる人だったら自分にとっていい刺激はもらえると思います ただあまり勉強してない人だとむしろ距離置いた方が自分もそっちに引きずられると思いますあこんなもんでいいのかっていう大丈夫のさじ加減ねであの私も受験時代私も生クラス通ってたんですがあの受験仲間私結構いた方ですあの実習室だとかちょっとお友達になった人とかもいたりはしたんですがあーただあの私の受験生時代の仲間ほぼほぼあの全員とは言いませんがほぼほぼもう受かりました。 あの一発か二発とかは別として最終的には3回4回5回かかった人もいましたけれども最終的には今はほとんどの受験仲間を受かりましたそのぐらい意識高い系の人たちだったんですね。 あのなので私もこれ負けずと頑張ろうというのを働いたんですがまあなのでですねあの、まあ、ただね受験仲間を何となく通学生であればあもう顔見知りになってきてぺこっと挨拶して頑張ろうねとかいう言葉を交わすぐらいで十分ですよ。で、えー、あと、えー、受験用の SNS ブログ等はおすすめしません。あので 一発合格者まあ,あのこれね SNS も使い方次第だとは思うんですがあのちなみに私あのツイッターとかはやってません、えー、けれどもあのまあそうですねそこそこの受験回数行ってる方で実力者の,、まあそのね、成績報告だとか勉強報告的な SNS 結構あるようです。でそれは、 あの例えば受験回数2回目3回目ぐらいになってくるとある程度自分の成績をアップするってことが次回の意味も含めて自分の頑張るというね追い込みも含めてっていうのはありだと思うんですがでそこでですよ、えー、これから勉強開始しますよって皆さんが、えー、例えばあもう一回しも二回しも何なら三回しまでやってる合格今の現在で合格レベルのある受験生の勉強法真似たところで全く参考にならないんですよ。 ですごいものなんかつわものすっごいできる人がいるなとこの人の勉強をよしそのまま真似にしようとか、ね、え下手したらその人がなんかご丁寧にアドバイスとかまでくれたりすると言っても3年目の人のアドバイスは今から民法勉強しますとはめまして民法という人にはあの全く参考にならないんですよ。なのであのまあねえー、うん。 まあちょっとそれは、まあ、あと結構ねいろんな受験生さん聞くんですが SNS で嫌な思いをすることも多分にあるようですし SNS にこれあげようとか何のために勉強してんのとで、えーあのね、勉強アカウントで今日勉強始めますみたいな、えー、写真撮ってこうアップしてたりする間に一問でも解こうよとおいう感じなんですよ私の,あの感覚からしてみたら。一発光学でその常時 SNS を活用してていいた人ってまあいないですあのいいとこなんかね直前期につらくなった時に、えー、なんか愚痴るうとかいうために使ってた人はたまにいますがちょっと見るだけね、えー、とかいう人はたまにいますがただあのほとんどの一発合格者あもうやってませんあのであのむしろ SNS フル活用して一発合格できましたって人がいたらもうみ見てみたいわと。 いいいいうぐらいででそのぐららでででその本当に時間ないんですよ暇ないんですよで、えー、いちいちそんなところに「えー、いいね」とか押してる場合じゃないんですよ「いいね」と押してるあんたがちょっとまずいよという状況なので、えーまあ、ちょっとねそこはあの節度を持ってというところではありましょう。であと、えー、そうですね、えーえー、どうしてもねも愚痴りたいんですとかであればあの私が受験仲間になりますよ。 あのね、インターネットフォローだとかで本当にきついんですとか本当にちょっとこれがむず無理なんですとかあであればあの生ガラスの方は直接カウンセリングだったりだとかあ、ね、通信の方でも、えーね、インターネットフォローを通じてもしくはあの直接電話でも構いませんよ、えー、であの私はそこの体制十分あのた作りますので、えー、そこはおっしゃってくださいあの一回吐き出してすっきりした方がいい時も確かにあります。 ただあのそれは、ねえー、SNS で吐き出した分だけ今度人の吐き出しまでの自分のところに通知されちゃうので、ね、それに引きずられてる場合じゃないんですよ。ってことであの、まあ、受かったら嫌でも合格者同期って一気に増えますからあの受かったら、えー、合格者の同期がもう一気に合格者グループラインが100人200人グループラインが出来上がりますので。 でえー、そこでもう合格者あの仲間とは一生の付き合いになってきますのであのそういったところで、えー、ちょっと受験期間中はああのどっかで孤独,孤独との戦いでではあるんですえ、えー、続きましてかっこ6番で。 講義の録論音声ダウンロードの活用といたしましては、まあ、コメ切れ時間のの活用ととしてははありなのかなか思います1回受けた講義で、あのー、ウェブ受講の方であればあ音声ダウンロード確かで画面でできると思うんですがあ音声ダウンロードをしてそれを通勤中だとかに、あのー、聞かれてる方結構多いです、えー、特に首都圏の朝の通勤ラッシュは教材を手に持てないじゃないですか。 でなるとあの一度受けた講義であれば教材手に持ってなくても耳からの学習だけけで十分話にはついていてますあの一回も受けた講義がない講義だと、えー、ちょっとそれ耳からだけじゃきついんですが一回受けてでしかもちゃんと復習した講義であればあのあ,あそこの話って、えー、耳からだけでもで私結構大事なところに2回3回繰り返して話しますので。 そういった意味ではあの音声ダウンロードを朝の通勤時間に活用するだとかあと、えー、車に乗ってお仕事に向かわれる方とかね車乗る時間が多い方は、えー、結構車で講義聞いてますという方も結構いたりはしますが、まあ、ちょっとね交通安全だけには気をつけていただきたいというところではあるんですがあの、まあ、そういった形で活用してみてください。 あと、まあ、そうですね、えーあのー、結構家の中で家事とかしながら、えー、講義をもう流しっぱなしにしてますとかあいう方もいらっしゃいますがあの倍速とかでね,、えーあのーねえー、夕飯の支度しながらあ、ね、講義ずっと聞耳から聞いてましたとか、えー、そのうちなんか娘が佐々木先生のものまねをし始めましたとか <laughs> いう人もいたりするんですが、あのーねえー、まあまあそ結構家の中で講義を流しっぱなしにしてるという人お結構多いみたいです。 でそのうち私が夢の中に出てくるみたいです夢の中で「寝てる場合じゃね勉強しろ」と言ったらもう合格近いと思ってください。で、えーまあ、そのぐらいもう視力自重勉強のことを考えて過ごすみたいな形にはなってきますが、ねえー、まあそれはいきなり最初からフルスロットルは無理なので、えー、じわじわと23ヶ月かけて勉強体制に踏み込んでいきましょう。 で次、今度、7番で疑問点だとか受験勉強に関する悩みといたしましてはまず、丸1番勉強内容のご質問といたしまして、うん、インターネットフォローで「教えてチューター」というものがありますであの皆さんあのマイページって見たことあります、えー、ご自身の、えー、レックの,あの,なんか、ね、あの自分のコードとか入力してパスワードとか入力すればマイページで、えー、そこで,です、ねあの「教えてチューター」というところがあるはずなんですがで、えー、そこでです そこにご質問等書き込んでいただければあの佐々木クラスの受講生さんに関しては私が全部回答し原則回答します。用途の質問量じゃない限りでただ、あのー、私通学の方も通信の方もでしかもこれ2018年2020年2021年の秋瀬 R 税全部私が一人で担当してますのでちょっとねソクレスはごめんなさい無理です、あのー、結構な受講生さんいらっしゃいますので、えー、あと。 あのそうですね、えー、書き込み順に回答しますかっこ原則とありますがただこれあの皆さんの時にもそうしますがあの2020年向けの受験生さんの超直前期になるともうほんと切羽詰まった時期なのでその時期は2020年向けの方をちょっと優先的に。 え先にあの処理回、ね、答しますそれ皆さんが2021年の時にも同じようにできるだけ早く回答するというところでただそれ以外の時期に関しては基本的にいただいた順番に回答していきます。ただご質問数が多い方はちょっと あのまとめて一気に質問とかあ持ってこられる方いらっしゃるんですがちょっとそういった方は若干ちょっとお、ね、後回しになることもご了解いただきたいんですがでただ一応書き込み順の回答という形になりますがあと教えてちゅうたんに関しては一つの投稿に、えーあのね、10個とか20個とか質問入れちゃう方いらっしゃるんですがあの基本的に一つの投稿、まあ、あのスレッドみたいなイメージですよ。で ただ誰にも見られませあのそこにあの入れていただいて構いませんけれどもあのタイトルになんか何,何の内容ですとかあ書いていただくところあるんですが、えー、タイトルに「あの科,科目と」とあと例えばテキストだったら、えー、過去問なのかであと例えば民法だとテキスト4冊あるでしょ。 えー、民法例えばあ民法の、えー、50ページって書いてもそれは民法の何冊目の50ページなのかブレークスルーなのか講義ノートなのか過去問なのかあをちょっと入れていただかないと、あのー、私もねあの全部引っ張り出して結局どこってうろうろしてるだけで、えー、ちょっと時間食っちゃいますから、あのー、過去問であればあの問題番号の記載もお願いしますというところとあと基本的に一、えー、投稿に関してはご質問内容1個と。 ただもちろん関連するものはあ1個の中にまとめてもらって構いませんブレイクスルーにこう書いてあって過去問のこの番号にはこう書いてあって、えー、こっちとこっちが分かんないとかあと例えばこの過去問とかの過去問似てるようだけども自分で違い分かんないとかだったらあそれはいちいち分けなくて結構ですが、えー、関連するもものはままとめててらって構いませんがあとプラスですねあのご利用回数の制限というのは一応支援利用での手引きにあるんですよ。 あのー、で、えー、これも別に佐々木クラスに限らずなんですよ、あのー、全ての受講生さんに一応レックとしては、えー、講義ののコマ数分の、えー、ご利用おでお願いしてますでなのでこの新中高学「進中国家図熟」だと130回130個もありますからただ過去の受講生さん見ててもあのそんななんかね、あのー、まあ130回使わない人の方がむしろほとんどで、ね。 でえー、ただある程度、あのー、私のクラスに関しては私は回答しますのである程度ちょっとそこはね、あのー、頑,張り頑張ってる方は、ね、別に130回ですからもうこれ以上答えできませんっていうことは私はしないですがあの一応そういう形にはなってますので、えー、ちょっとね、えー、最初からもうね飛ばして「もう何分かんないもので全部聞いちゃえと」と、ね、民法の時にも「300回質問しました」とか、えー、そもそも300だと多分なんか。 えー、なのであの直前期とか考えると民法でね、えー、民法だけでも80回使っちゃいましただと、えー、残りどうするのみたいなことになってしまうので、えー、ただ130超えたらもう一切書き込みできなくなるわけじゃないのである程度はちょっとそこはあの私はねできる限りはご対応しようかなとは思いますがあのー、そうですね、えー、ちょっとまあ一応利,利用回数の制限あるのであまり回数多すぎると。 まああ,あねえー、本部にバレると回答できなくなっちゃうので、えー、あのあのカウンターありますので何回目ってあの書くとあのなのでちょっとそこだけ意識しといてください、えー、ただまあできるだけ限り私は頑張ってる人には回答したいかなと思っております。 であ,のあとあのレックのインターネットでの質問制度って基本的にはスタッフからの回答なんですよ。であのなのであの私の講座以外の例えば2年目向け講座とかねあと東連だとかあと他のクラスだったりするとあの講師からの回答ではないのであのちょっとねあの例えばですよ仮に。 あの新宿高か月合格校,校を卒業しました仮に、えー、ちょっと残念ながら一発合格無理でした2年目講座取りましたあーで講師から回答が来るわけではないのでねあの結構スタッフからの回答はドライなので、あのー、なので、あのーまあ、ちょっとそこはあのー、そうですね、えー、利用としてまあ私のクラスでいうとあのインターネット上であの基本的にはその勉強の相談 にもあの乗りますあのでそれはあのスタッフのではないので講師としてやってるのであの例えばあ、ね、スケジュールのご相談だとかあ、ね、あのちょっとどうしても民法の定数上がらないんですけどどうすればいいですかとか、えー、ちょっと時間的なものとかあのこの時期勉強できないだとかってのはそれネット上でもあの、ね、ご相談を応じますけれどもあのただ基本的にそれはお受付できないやつなので。 あの他の講座だとかでやった時に「あのいや佐々木は受けてくれたんだけど」っていうのはあれは佐々木さんが勝手にやってることだからというところであのまあご了承いただきたいかなと思います。であと プラスですね、あのいや、ちょっとね、ネットだと、あのいや、相談ものに関しては直接しゃべりたいという方は、丸二番で、勉強方法等の相談はあの、電話相談ということであの、生クラスの方はね、直接対面でカウンセリングの機会を設けますけれども、あの通信の方もですね、えー、これもちょっとね、あの毎週毎週というのはっなかなか難しいんですが、あの通信の方とかであれば、あのね、数か月に1回程度であれば、あの電話でご予約、 いただいてえー、ご予約の日時にあの私の方から電話かけますよということはできますのでただ結構ねもう生クラスの方とか、えー、通信の方とかであのかなりもう予約12か月先まで埋まっちゃってる状況なので。 えなのであの通信の方電話予約される方は、えー、ちょっとね今週来週空いてる時ないっていうのはなかなか現実難しいので、えー、ちょっと余裕を持って、えー、あの電話ご相談を希望される方は池袋の方に連絡してもらうかもしくはインターネットフォローの方で教えて中田の方はそれだったら私が見ますので、えー、そこであの電話相談予約希望なんですがいつだったら空いてますかっていうふうに私の方に投げていただければなと思います。で生カラスの方は先ほど言った通り、えーあの そのカウンセリングを用意しておりますで続きましてめくってください で今度一発合格のための試験対策といたしましてなすべきことをなすべき時期に確実に行いますということで一応ねスケジュール、まあ、皆さんにつけていってほしいんですがで数結果が数字で見える目標を設定していきましょうとやはり多分皆さん勉強開始される時にモチベーションのキープだとかって結構気になったと思うんですよね。えー、モチベーションが続くかかなとか ああね、えー、モチベーションキープのやり方としてはあやっぱりですねあのー、ね、えー、一発合格だけを目標にがむしゃらに突き進むと多分そのうちそれって下がるんですよ、えー、2021年一発合格を目標に頑張りますだと、えー、今日のやる気ってなかなか上がりそうで上がらないんですよ で今日のやる気を上げていくためにはどうするかってなるとやっぱり細切れ目標を設定するでしかも数字で結果が見えるもの。で例えばさっき勉強時間を記録してくださいと申し上げたのもそれなんですよ。 ね、例えば、あのー、今月の平日勉強時間目標休日のチャレンジデーを作った時の勉強時間目標として例えばあ、ねえー、初めての休日、まあ、あの初めて勉強開始したところの、えー、チャレンジデーとしては例えばあ5時間とかね休日ね、えー、5時間とか。 でえー、ただ最初から一、ね、日ぶっ通して勉強しても一日何にもないオフの日に5時間ってめっちゃ頑張ったわみたいな状況だと思うんですがあの進んでいくと、まあ、徐々にそれは当たり前になってくるんですよ。 でただ平日なんかも、えー、平日仕事帰りで1日2時間勉強したらすっげえやったとお最初のうちはねなると思うんですがそれをじわじわ上げていくと平日 2, か2時間じゃあもう全然勉強足りないわという状況になってくると思うので、えー、まあ一応それも目指す先の目標としては例えば今月平日何時間、えー、これを下回らないように頑張ろうとかね。あと えー、時間と分量点数まあ分量というのは今日何ページまでやったら終わろうとかね、えー、今週過去問何問解こうとかでなんとなく今週民法頑張ろうだと結果が見えないのでどうしてもズル、えーまあ、というか、まあ、なんとなくという結果が見えないものに関しては最後の一頑張りができないんですよ。 なので何ページまでやろうだとかあ、ね、ここまでと何時間だとかあっていう時間目標でこれは通過点目標として点数これも一つの大きな目安にはなると思います例えばこれまたおいおい言っていきますが民法なんかだとあの、ね、例えばチェックテストで何,問取ってくだ何点正解してくださいとかああいうの言っていきます。で点数目標だとかっていうのは結構必要です。でその上で でこれからやっていくように ABC の時期ありますがこれね、えー、ちょっと秋性の方春性の方で、えー、進路によっても違ってくるんですが A の時期は講義受講中プラス早めにお申し込みされた方は先取りウェブ受講ってついてきたと思うんですよ。えーね、あのそうすると、えー、そういったものをまあねこれを、えー、まあ受けていく、ねまあ、要は講義受講中ね。 基礎力養成期といたしまして、えー、ただこれ「基礎力」っていうのは講義受けてる最中といっても基礎イコール簡単の意味ではないんですよと、えー、土台を築く時期ですよもちろん講義中基礎といっても、えー、試験に直接問われるようなものを講義の中でもちろん言っていきますよだが、えー、それをしっかりとした土台になって、えー、この時期になすべきこととしてはインプット最優先ですと先ほど講義は受けて復習まで終えて初めて講義受けましたという状況ですと申しましたね。 ってことで、えー、講義を受けるだけではなくて復習何が何でも優先してくださいで、えー。予習は不要です。予習をする時間があったら、もう全勢力を復習に費やしてください。でなんとなくね、えー、次の談にやるのかなってブレイクスルーテキスト見てて、えー、ブレイクスルー読んで、なんとなくあこんな話なのかって読んだけれども、場合によっては講義の中で私、講義の中で出ないもの、ばっさりカットします。 一生懸命読んだのにバッサリカットされた時のあもうもう何のために読んだんだよっていうその時間の無駄さ加減と言ったらないと思うので、えー、そういった意味では予習はいりません、えー、その分、えー、復習に時間費やしてください。 であとじゃ復習ってどうやってやるのってことなんですが一応ね講義中に取ったメモを整理して読み返しをする記憶するというとこなんですがで結構私講義中いろんな具体例を申し上げていきますさっき言ったあのねあのテキストにそのまま書き込んでくださいとそのまま書き込んだ分とプラスえっとですね付箋だとかに入れた分でこれをメモを加筆調整しながら読んでってほしいんですが場合によったねちょっと加筆した がいいだとかであとまあちょっと色付けたりだとか、えー、をしながら読んでいってください、えー、書き間違えたものがあればあそこで調整しながら逆に、えー、そのメモを取っ掛か,かりにテキストを読んでいくでその時にじゃあテキストを読み返すであと出てきた条文は引いてほしいんですが出てきた条文を引く時にですね、えー、あの自分で説明をしながらテキストを読んでってほしいんですね。 その説明をしながら読むというのがあ理解の基準となっていくんですよ。で、実際口に出し出さなくていいですよ。口に出すと多分すっごい時間かかっちゃうと思う、えー。皆さん別に講師になるためのトレーニングするわけではないので、頭の中でざっくり自分言葉で構いません。えー、これこれこういうことだろとか、えー、ね、あのー、そういった意味で、えー、なんとなくざっくり説明をしながらこっちってこうだからこうなんだよねとかあね、えー、これってこういうことだよねと。 こういうね、えー、頭の中で説明できるで人に説明するためには理解できてないと説明できないはずなんですよなので、えー、ざっくり説明で構いませんからあね説明をしながらテキストを読むでテキストを読むのが復習ですよってやっちゃうと。 読んだけれどもなんか字面だけ折ってる感じで頭の中に入ってきてる感じがしないという状況に陥りがちなんですがねえー、なので字面を折って終わるそれじゃ全く復習の意味がないので、えー、説明をしながら読む大事なところはアンダーライン引くだとかよく引っかかるものに関しては丸をつけるとかあっていう形で、えーね、記録をつけながら入れてくださいでその上で、えー、復習が済んだら次該当範囲の過去問演習と。 で過去問は「丸×がつくかどうかの確認ツールではありません」覚えるためのツールですですから最初はバシバシシ間違っっちゃって構いません、ねえー、もうちょっと厳しい,いやみない言い方すると「最初から丸がつくと思わないで」と「そんなに甘くはないですよ」というところで、えー、もう全然丸がつかなくてエコむんですといやそういうもんですから。 ×××で、えー、丸はつきながら×、えー、がついてえー、なんでって思いながら解説を読んであそういうことかと、えー、徐々に徐々に×の数を減らしていくというのが、えー、試験対策としての過去問演習ですから基本的には、えー、過去問は12回で、えー、OK なはずがないんですね。えー、3回5回下手したら10回ぐらい解くことはあります。 えなので「えー、覚えるためのツール」と割り切ってください「えー、丸×がつくかどうかの確認ツールではありませんからいちいち×が続いてもへこむな」ということは先に言っておきます。でその意味で、えー、じゃあ過去問なんですがあ何年分解くべきなのか各科目の講義内で指示しますと、えー、これはね科目によってめちゃめちゃ過去問が効く科目と。 過去問はそこそこでいいから別の手を打ちましょうっていう科目があったりするんですよ。でそれは科目別の対策これは出題傾向が変わっているからというところなんですが、えー、科目によって出題傾向が違うので、えー、そういった意味では、えー、講義の中で科目別にイン指示していきます。この科目は過去問命だからもうとにかく古いもの問わず全部過去問解いちゃってというものもあればいやこの科目はまず直近10年分でいいですよというものもあったりします。 でプラス、でええー、星印のところでええー、2020年お試し本試験としてえー、っとですねあの2020年すみませんこれ2020ですねあの2019じゃなくて2020ですすみませんごショですであの。 皆さんの本番は2021年ですがあのぜひですね通過点目標として2020年のお試し本試験受けることをお勧めします。であの7月5日が2020年の本試験です。日、ね、日曜日です。 であの出願時期はだいたい5月の中旬、えー、でなんですが、えー、これを受けることをお勧めしますでちょっと受験料かかっちゃうんですがただやっぱりその分の価値はあると思います、あのー、でまずその価値としては受験経験という、まあ、その下見的な意味ね、えー、含めて。 プラス特に2番なんですよ。学習済みの科目がどれだけ得点できるかで言いますと例えば秋に勉強を開始した方であればもう民法,全、えー、民法と不動産登記ぐらいまで進んでるんですよ。えーねえー、学習済みの科目である民法、えーねえー、秋制でスタートして民法全部の講義受けた状況で本試験お試し本試験迎えますよという状況だと。 でこれも数字目標で皆さんにこれ中期的な目標として2020お試し本試験を受けられる方は通過点目標として民法20問出ます。問問中16問は取ってくださで、ね、これ結構高い目標なんですよ。でも実際合格者だと民法って19問か20問取ってくるんですよ。合格者だとね。 なので通過点目標としたら、えー、16問取れてれていば順調でですすねという感じですただ年によって難易度にばらつきはありますので、えーね、ぐ,ぐんと難しくなった年2020年がどうなるか分かりませんけれども、まあ、改正初年度なので。 えあのね、えー、全体的にそうそう難しいわけじゃないと思うんですがちょっと分野によって随分難易度は変わってくると思います、えー、改正が絡んだところっていうのは多分オーソドックスな世代になってくると思いますが、えー、一応問問中16問を通過点目標にしてくださいこれも目先の目標を具体的に数字で設定するという一つのモチベーーションキープ素材なんですよ2021年の本試験一発合格を目標にすると遠すぎて大きすぎるんですよ。 今日ぐらい,いいかなって寝ちゃゃうんんでですすよよそれじゃ困るんですよなので、えー、一応2020年のしかも本試験会場ね、えー、で、えー、そこで通過点目標20問中16問取れてれば順調ですよという分かりやすい数字目標出てきましたからそのためには民法をやってる最中で、えーあのねえー、こんなもんかなレベルじゃなかなかこ,こんなもんかなっていう勉強スタンスで通過点目標として16問取った人いません。 えー、かなりめっちゃ頑張りましたっていう人で、えー、ようやく16問取れましたとか、えー、人によっては、えー、通過点お試ししてて問取れままたっいいう人もいますう。なのでですねあの一応ね、えー、ちょっとまあ半分ぐらいでいいですよっていうわけにいかないので。 そういった意味でちょっと通過点目標速を設定してみてくださいで、ちょっとまだ残ってますけれども残りちょっと B と C の時期はまた後半講義で言っていきますから一旦休憩取りまして10分経過後にまた後半ということにいたしましょうそれでは休憩です はいえそれでは司法書士合格講座あ全体構造編の第一回目の後半講義を担当さきで始めてまいりたいと思いますでえ先ほどの続きえ全あの講義ノートの方でえ見てまいりましょうでえあそうそうあのだいたいですねあの後半講義のだいたいここの冒頭の時間でえー、まあ今日はねもうあの受験のあれこれをお話をしてますのでそのまま進めますがあのだいたいこのぐらいの後半冒頭の時間を使ってあの毎回講義じゃないんですがあの受験勉強のあれこれあの 全然関係ないことは言いませんが司法書士試験関連の例えば過去受験生でこんな人がいましたよとかね、えー、この時期これをやりましょうとかあ,あれやってますかみたいな話とか、えー、ちょっとまあ皆さんに葉っぱかけるような内容だったりあのちょっとモチベーション下がりそうな時期だなと思う時にはあのなんかね、えー、別の気分上がるような話をしてみたりだとか、えー、ちょいちょいいろんなまあ 受験関連のネタですよネタ話をこの辺りでちょいちょい入れますのであのなんかねあの例えば合格後の活躍でこんな仕事やってる人いますよとか過去一発合格者でこういう工夫やってた人いますよとか、えーね、あの私の受験生自体の失敗談とかねあーもういろいろお話をしていきますので、まあ、ちょっと息抜きになればなという思い思いますが、まあ、あの毎回講義の中でお話をするわけではないです。 でで、えー、じゃあもう今日そのままま中身入っていきますでノート4ページの続き B の時期なんですがで B の時期ってですね、えー、科目ごとの話なんですが例えば使用者試験で全部で11科目ありますで、えー、皆さんも民法を済んだら次の科目不動産登記に入っていくんですよ。で課題なのが民法の時期って民法だけやってりゃいいんですが2科目目の不動産登記に入った時に過ぎ去った民法をどうケアするすかっていう問題が出てくるんですよ。 3科目目の会社法に入ったときに過ぎ去った2科目の不動産民法と不動産登記をどうするか先に進めば進むほど過ぎ去った科目ってどん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 増えていくんですよね。でそこでですね、あのー、まあ,あブラッシュアップということで、えー、講義終了からこれは各科目の講義終了から、まあ、直前期っていうのは受験会の直前期って大体4月5月6月なんですよ。 皆さんの本番が2021年の7月ですがその C56 の時期直前期3か月の手前までですから2021年の3月末か4月頭ぐらいまでの時期でいうとブラッシュアップ期ってことで学習済みの科目の知識を確実なものにしましょうということなんですがこれまあ科目ごとの復習ってことになるんですがまああのね過ぎ去った科目 全部を常時ずっと皿回しみたいに全部を触り続けることは無理です現実で。となると、まあ、あのピンポイントの対策になってきますよと。でピンポイントどうするのかっていうと、えー、テキストの読み込み過去問等の問題演習特に過去問で、えー、問題演習で、えー、ちょいちょい触っていくというのがメインになってきますが。で ただね、えー、まあ演習用の素材としてまず過去問を仕上げることが先ですよと、えー、過去問仕上がってないのに、えー、まあさっき言ったように他のトーだとか買っても意味がないんですよ、えー、まああの過去問仕上がってないのにトーとか受けても激進するだけなので、えー、まず過去問しっかり仕上げましょうで過去問以外で何がありますかと で結構学習進んだ方でいうとあのもう過去問解きまくっちゃったんですがもう過去問なんならね問題見たらもう答えもう、ね、中身見なくても、えー、これ2番でしょとか、えー、解きながら次4番なんだよねとかもう答え覚えちゃいましたみたいなつわものも出てくるんですよ。となると他の素材として何があるのかっていうとまず講義とパックになってるものでいうと、えー、卓一でいうと全、えー、科目卓一式到達所チェックテストとか、えー、記述解法ベースアップ講座というものが、えー、この15か月合格コースとパックになってるの あってありますで、えー、これらあのチェックテストなんかはご自宅に届くうようになっておりますがそれを解いていってくださいというところでこれを通じて実践力アウトプットを強化しましょうというところで、えー、ただあくまでも学習済みの科目の復習が最優先ですからさっき言ったみたいに不動産登記に入ったらまず不動産登記の復習最優先余った時間で過ぎ去った過去の科目民法をやりましょう。 3科目目の会社法に入ったら過ぎ去った科目が2つになりますね、えー、4科目目に入ったら過ぎ去った科目が 3, 3つになってきますよね。どれから触るのかっていうとまずね目の前の科目は最優先なんですがついで触るべきは1個前の科目です。で民法仕上がるまでずっと民法やってたらいつまでたっても民法から抜け出せない。 いうところになりますから。えー、ね。あの1個前の科目でどうしても気になるんだったら、1個前の科目を過去問。そこそこ触ってでそうすると、例えば月1ぐらいでしか。民法を触れなくなったりっていう時期は絶対来ます。で、これはあのいつかは離れなきゃいけない。民法だったりするんですよ。で、これは最終的には直前期にまた戻ってくるんですよ。 最終的には直前期にまた戻ってくるんですがずっとずっと過ぎ去った科目を四六時中全部触るってなると目の前の科目の復習っていつやるんですかって話になってくるのでそういった意味ではいいいつかははは場合によっってて月離れななききゃいけない時期はやってきますで。そのためにはテキストないしは過去問に間違ったところは何で間違ったのかとかっていうメモなりチェック色,色チェックとかね 例えば過去問解いても間違った時には、えー、間違ったところここで引っかかったんだとかこうじゃないよって一言書いておけば数ヶ月後にまた戻ってきた時に、えー、知識の記憶取り戻しやすいとこういう状況になってきますからまあ,あそういった意味では、えーねえー、あの忘れることを恐れずにいつか忘れる日は来るかもしれないでもまた直前期に取り戻すんだと。で結構皆さんそうなんですよ。 あのずっと知識をキープし続けたまま本試験ってなるとなかなかそんなにね短期決戦の試験じゃないので一回離れる時期は来ますからだからテキストね講義えテキストないしは講義中せっせとメモを取ってくれというところなんです。 であとまあ科目別の対策を取ってくださいねってことで、えー、またこれは講義の中で科科目目別のの対策ととしててはその科目ごとに言っていきますあと先ほど言った、えー、まあ講義の冒頭であの後半講義の冒頭のその小ネタの時間でですねあの小ネタの時間であの例えば今4科目目やってますよねと、えー、例えばまああの過ぎ去った科目、えー、今やるんだったらまずね素材としてはこれだよとか。 ああね、えー、他の科目やってるときに、えー、ところで民法やってますとかああいうところを時々なんか思い出してもらえるように、えー、ちょいちょい小ネタを挟んでいきますというところですまあそのあたりで言っていきますがまあただね、えー、残念ながら全科目をずっと四六時中ずっとずっと触り続けてっていうのは現実無理なのでで理想と現実は絶対違うので全、えー、科目を触り続けたまま本試験到来ってだって十一科目あるんですよ。 11科目を全部触り続けたままあっていうのは進めば進むほどそ現実も目の前の科目の復習できなくなってしまうので、まああのね、目標を立てる時ってどうしても欲張っちゃうんですよ。 ね、ただ、えー、できれば今週は目の前の科目を商業登記やりながら一個前の会社法できたらいいなあわよくば不動法民法もやりたいなって、えー、目標を立てる時って欲張るんですよ。でも過ぎ去ってたとお、ねえー、いうのて、まあ、無理な目標現実不可能な目標を立,立てても無理なので、えー、ですからまあ 目標を立てる時ってるっですね、あのーまあ、さっき言った、あのー、実家は数字で結果が見える目標を設定してくださいといったところも何をしようかなというだけじゃなくて、えー、できれば民法を今週ちょっと5問10問解きたいなとじゃあ民法を、えー、欲張って民法20問解きましょうってそんな目の前の科目がやってるの民法20問とか無理でしょと。 おいうところになってくるとじゃあ民法をまあ10問解きましょう10問解くんだったらどうするかじゃあ例えば平日5で割って1日2問解ければいいかなとか、ねえー、具体的に数字で結果が見えるものおんなふうに設定していってくださいな感じですあとプラスチェックテストに関して言うとチェックテストは一応毎回20問あります。 あの民法なんかは全部で5回あるんですが分野によって、えー、20問中最低目標として、えー、15問は取ってください。15問取れないとやばいですよとおいうぐらいのお、ね、目標です、ねあの。人によってはもうね、えーまあ、もうチェックテストもう何回か解きまくって、えー、一応常時安定して20問取れるようになりましたから私はもうチェックテストは卒業ですとチェックテストは結構早い時期に卒業を目指してください。 でプラス、えー、あと記述対策として、えー、これはまたおいおい言ってきますが「書式ベーシック」っていうね記述の基本問題集がありますが、えー、ベーシックっていうぐらいですから、えー、これ基本問題集なんですよ。直前期にベーシックやっている場合じゃないんですよよって、えー、ベーシックは講義と並行して解いてもらうやつなんですが、えー、まあ卒業目安といたしましては、えー、不動産登記で言いますと。 あのすいませんこれね、えー、不動産登記で言うとえー、っとそうですね空き生の方ごめんなさいこれえ二千十九年十月ってもうすぐ卒業前なわけないですよね、えー、すいませんこれねえー、っとですね二千二十年です失礼間違った二千二十年です、ね。 でえー、っとですね、これ2021です。2021。申し訳ない。で秋生の方は、ね、不動産登記まああのねだいたもう春あの秋生のレギュラースケジュールでいうと夏ぐらいにはまああのね不動産登記の講義、夏過ぎぐらいに終わるんですが、まあただ一応目標卒業としては10月末。 ですねえー、結構もう講義終わってもううかうかしてるともうあっという間に、えー、という感じになってきますあとまあ春生の方だと、えー、ちょっとね直前期前までにはどれにしても、えー、商業登記に関しても直前期が4月から始まります、ね、直前期前までにはいずれにしても片付けてねというところですあと生鮮登連というもの先ほどね追加で受けてもいいですよと申し上げたやつなんですが、えー、これ あの丸3番にに関しててはは、えー、座とパックにはなってませんで、えー、書式名宿だとか丸一丸二はもう講座とパックになっているんですが、えー、ただ「丸三番」に関しては、えー、本来だったら2年目以降の受験生が受ける用の当練当練っは当案練習会なんですがただ、えー、一応ね科目別になっていますので、えー、学習が順調に進んでる方である程度講義も終わりが見えてる状況であればあの別途申し込みが 必要ってこれちょっとお金かかっちゃうんですがあのね通常の受講料の半額では受けられるようにはなりますけれどもあの一応講義の中でもご紹介しますがあ一応そういったものが、えー、ねこれもっともっとたくさん問題解きたいですっていう方には、えー、一応そういう場もありますよというところです本来は基礎講座の受験生さんが受けるやつじゃないんですがあの問題演習順調に進んでいる方は一応そういったものもありますよというご紹介ではあります。 で続きまして今度5ページで、えー、C の時期で言うと、まあ、ここが直前期ですよね2021年の4月から、C、7月4日の朝まで、えー、皆さんの本番は7月2021年7月4日ではありますがで、えー、一応総仕上げ時期ということで、えー、この時期にはもう知識の総復習この時期は もう全部11科目終わってる状況ですから、えー、基本的にはもう全科目をぐるぐる回していくという時期なんですよ。でただ全科目をぐるぐる回すって言っても毎日全科目は無理なので2週間でで全科目を触るぐらいのススタンスですこの時期はね。 でえー、そして徹底的に問題演習ですとじっくくり読み込み込をしていいべきの時期でではないんですよ、えー、もう直前期はもう徹底的に問題演習でもう知識を上げていくという時期なので、えー、じっくり読み込みはもうここまでには直前期前までに終えとかなきゃまずいんですね。 でもう徹底的に問題演習によって知識を上げていきます。でその生鮮ト連ファイナル編で全国公開す全国公開模擬試験スーパー公開模擬試験これは講座とパックになっててもついてますよというものになります。で 初受験生は本試験当日朝まで成績が伸びますというところなんですが結構ね一発合格された方、えー、直前期の4月5月あたりって全然もう合格すら見えないような点数だったけれども、えー、5月後半ぐらいから6月にぐっと成績が、えー、伸びてきましたという方は珍しくはないですで、えー、結構一発合格者のパターンって2パターンありましてえー、っともう最初からもう高値安定という人と えっと4月の段階ではもうねあのレンってですね判定 ABCDE という5つの判定があるんですよ。で、えー、もう4月スタート段階では E 判定でしたうわもう心折れるわと思ってたらあ、ねえー、徐々に徐々に、えー、E が D に D が C に、えー、それからなんか、ね、C が何回か続いて、えー、なんか B にとかいう人もいれば。 もう4月5月ずっといいですとねもう心折れるわもうあの過去の受験生さんに先生嘘つき頑張ってれば徐々に右肩上がりの伸びるって言ったじゃんというのを私5月ぐらいに5月下旬ぐらいに文句言われたことがありますでもあなためっちゃ頑張ってきてたよね絶対自分を信じなさいここで折れるなと言ってその人は 最後の最後のもう6月の最後の公開模試で、あの模擬試験ってですね、A、B、C の上で E の上に、えー、模擬試験だけは S があるんですよ。S って合格判定ね。A の上にさらに S があるんですよ。ね、今まで E しか見たことなかったのに、最後の公開模試で S をいきなり取りました。だからその右肩上がりが最後のギュインって上がったパターンなんです。 あの右肩上がりと言っても気持ちよくこうね、えー、上がる人もいれば、えー、最後ぐいっと急に上げていく人もいるんですが、まあ、要は本試験にピークが来てればいいんですよでその本試験にピークが来る試合、えー、のね、えー、C56 で成績を上げるためには、えー、この場合 A の時期にどんだけ復習したかなんですよ。 ね、あの本試験にピーク持ってくるために、えー、最後徹底的に問題演習で成績上げていくんですがその時ね、えーえー、復習全然やってませんでした復習いい加減でしたっていう人は残念ながら直前期だけめちゃめちゃ頑張っても成績伸びませんそんな甘くはないので、えー、ですからあの、まあ、できるだけ A の時期に えー、丁寧に復習をするというでこ,これこれは法律学習経験あるとかないとか全然関係ないです。で、あのー、過去の一発合格者あ法律学習経験全くない、えーねあのー、そうですね、えー、これもうね,、えー、ね先生ネタにしてできるだけネタにしてくれと言われてる本人から了解もらってるので言いますと、あのー、高卒のキャバ嬢。 ね、えーあのー、まあなんかお客さんに馬鹿にされて、えー、悔しくて司法書士目指しました、えーあのー、一発で受かったるわと司法書士か何かよく分かんないけど、えー、よし悔しいから一発で受かったるわと言って、あのー、その人。 なんかも、あのー、そうですね。えー、まあ、むしろ、今、結構、がっぽり、あの、開業して、結構、がっぽり稼いでますが。あのー、なのでですね。あのー、あんま、もともとの、学習経験と、あんま、関係ないみたいです。もちろん、法学部出身の方、だとかっていうのは。あ結構、それは、あの、スタートラインにおいては、有利に働くとは思います。全く、初めての話じゃないよね。ある程度、全部聞いたことある話、だったりもするので。ただ、あのー、あ聞いてるよ、というスタンスで、やってると。 あ,のあっという間にに全くゼロの方に抜かされちゃいますね,、あのーねえー、法律学習経験がある方でそれを有利に生かそうと思うんだったら、えーまあ、あの知ってるよスタンスでメモを取らずにふんって聞いてるぐらいだと、えー、ガシガシこんな状況で抗議、あのーね、受けてる人にあっという間に抜かされちゃいます。 うーなのであのね、えー、学習経験がない方はもちろんねスタート時点で初めて聞く用語ばっかりなので、えー、もしかしたら講義の中で一発で分かんない話は普通に出てくると思います。でただその場合でも、えー、じっくり考えて復習すれば絶対ものにはできますので。 えーまああのー、なので、えーまあ、学習経験ないからっていう気憶れはいらないですし、えー、逆に学習経験あるこ方は「うん、ね、知ってるから」っていう状況でメモも取らない色もつけない「うん知ってるから」っていう状況で受けてるとあっという間に抜かされちゃいますから、えー、気をつけてねとというところではありま,す、あのー、まあ合格者の割合見ててもですね法学部出身だったり他資格からのステップアップという方あばっかりかっていうと全くそういうわけでもないんですよね。 ででですすよ半々ぐらいなんですねでこれ法律学習経験あったりとか確かからのステップアップという方があ入り口に立つきっかけが多いという意味においてはあ学習室を始めるというのは何かしら何かそういうきっかけがある方の方が多いはずなんですがただあの全く法律学習経験初学者の方で一発合格う珍しい話じゃないんですよ。 あの逆にあのそうですね、えー、この方ももう受かったので、えー、よしとしてあの元、えー、東大法学部で司法、えー、試験やってました、えー、であのどうしてもちょっと論文が苦手で、えー、ということで司法書士試験にくら替えしてきましたでその方で一発で受かってないんですよ、えー、だいたい知ってる話だからあんなもんだろうと、うんね、あの講義受けて、うん、なんか大体いい知ってると。 ここういういところ、まあ、大体知ってるって言ってもやっぱり司法書試験と司法試験ってよちょっと違うんですよ。っなると、えー、あのそこの細かいところまで詰め切れてないなんとなくざっくりわかるので、えー、まあ,あの一応過去問といてまあまあ過去問といて1回2回過去問といてみたいな感じだと、えー、あっという間に、えーね、あのその小学生の人に抜かされて、えー、な感じで、えー、その方結局3回かかったんですね。 あのまあでも受かったんですが、あただあのそういった意味で元の受験経験ってあんまり関係ないように思います。でそれよりは、えー、もうあのとことんコツコツ勉強していくというスタンス、えー、これが必要になってくるのかなとは思います。で、えー、じゃその上で次のページなんですが。 あの、6ページね。えー、こちら。まあ、あ気持ちの持ち方ってありますけども、あの、ここは、まあ、あただ私がこれ読み上げるまでもないので、えー、ちょっとね、えー、モチベーション下がりそうになった、へこみそうになった時には一応ね、えー、まあ、ちょっと目を、今のうちに目を通しといてください。で、えー、あの、あと、一番下、6番です。 開校までにやっておくべきこと、まあ、生クラスはこれで始まりましたけれども、一応ね、えっ、ー、とまだまだ最初はちょっとスロースタートだと思いますから、えー、まず学習環境を整えるといった意味においては、あのー、まあ、勉強場所ね。 できれば専用の勉強机書あった方が良いと思います、えー。リビングのどっかで勉強するとかあじゃなくて、えー、あのー、勉強スペースあった方が良いと思います。ただ、えー、ご家庭環境によってはなかなかちょっとそれが難しいという状況であれば、えー、ただあのー、勉強スペースはなんかある程度ちょっと一人になって勉強できる場所がやっぱ直前期とかって必要になってくるんですよ。えー、なのであとはそうですね、教材がものすごい最終的には量になるので。 えー、なのでちょっと本棚を用意しておくとかね,、えーあのーねえー、お子さんとかいらっしゃったりするともうね、えー、テキストなくなっちゃったら困ると思うので、えー、ちょっとそういった場所、えー、これ用意しておいてくださいあと文房具等ね、えー、結構な量が必要になってくると思います。であのー、そうですねあのー、これね結構この間受,受験生さんが言ってたのが、あのー、どうもねなんか赤色のペンで、えー、っと書いていくメモとか書いていくと 赤ってなんか記憶残りにくいらしいんですよね。心理的な効果として。 であの私知らずに受験生中私は青色のボールペン、えー、を使ってたんですが私お気に入りが青色の細い字のボールペンが好きで、えー、使ってたんですがであの私はもう講義中でもですね、えー、いきなりもうボールペンで私の時代フリクションとかなかったので、ね、消せるボールペンとかなかったので、えー、もう青色のボールペンで間違ったら、あのーねえー、修正もしくはぐちゃぐちゃって書き直して、えー、別にきれいに書こうとか思ってなかったので、あのー、それで でまあ、青色のボールペンでそのまま一発で書いてたんですがあの人によってはもう全部シャーペンで書くという人もいますしあのフレクションの人もいますがも取るのは青色がおすすすめらしいです、えー、ただ別に赤で受かってる人もいますので、あのーまあ、大事なところは赤がいいと思いますよ。えー、とかねあとな何色かあった方がいいと思うんですがで結構ねラインマーカー蛍光ペンだとかあのフリクションだとかも結構使うんですよ。 あの私あのボールペン自分が受験生の時あの記述をもうとにかく書いて覚えるというところで1、えー、日ぶっ通して記述やってたらあの普通のなんか安い事務用の長いボールペンあるじゃないですか。 あのー、あれは細字でもなかったんですがあの普通の0.7ぐらいのね、えー、ボールペン朝から晩まで記述の問題解いててああもう言方疲れたわと思ったら1日でボールペン1日で使い切るって相当なあの量、あのー、だと思うんですが、まあ、そのぐらいガシガシ書いていくみたいな感じなので、あのー、ただまあそれをずっとフリクションとかでやってると多分お金かかりますよ。 えー、なのであの、まあ、シャーペンだとかあと結構ねそういった意味ではあの特に技術勉強してるときにはものすごい書くんですよ。ね、あの人によってはあの多分書く姿勢だとかあの筆圧によっては腱鞘炎になっちゃったとかいう人もいるぐらいで、えー、なのでちょっとねお気に入りのつかりにくいボールペンを何個か試してみるといいと思います。あ,のあとインクのお金とかねあの太字だとインクの減り早いので、えー、とか。 あ,も含めてあ,のあと結構過去問とか解くときに、えー、紙って必要になりますのであのその紙、えーね、あの私は会社から裏紙をパクってきてたんですが最近多分そういうのもなかなか難しいと思うのであの例えばあの、ねえー、どっか安いとこね100円ショップでもない何でもいいですよであのまとめて紙あのコピー用紙とか買ってくるとかね。 あのうせせちゃうので、えー、人によっての安い大学ノートをまとめて買ってくるとかね、えー、してる人いますがあの、まあ、過去問特にしても結局結構あのいっぱい紙使いますので、えー、その辺りをちょっと準備しとくとかね、えー、本棚用意するとかあなんか付箋とかあそういったものをいくつか用意しておくといいんじゃないかなと思います。あとそうですね本試験は本試験の記述は黒色のボールペンまたは万年筆に限定されております。 であと、えー、問題検討のための、ね、蛍光ペンだとかの持ち込みは、えー、OK なんですがあと、まあ、あのそうマークシートを塗るのにはあーマークシート用の鉛筆だとかあったりすると思うのであの問題検討のために多分シャーペン OK だと思うんですがあのちょっとねそのいくつかボールペンだとかの文房具あの、ね、見出しも含めて、えー、あのちょっと忙しくなってくるとそんな買いに行ってる暇もないので、えー、その辺りをちょっと準備しておくといいかなと思います。 あと、えー、先乗りウェブ塾あとべごめんなさい勉強場所で言うとあのお近くにレックがある方は、えー、レックの実習室で、えー、実習室の利用時間はあ場所によっても結構違ったあの本校によっても違ったりしますうのであの池袋とかだと朝6時半からやってます。 うーのであ,のあと夜遅くまでやってるところとかあ夜閉まる時間とか、まあ、ちょっとね、えー、近くにあの職場の近くにレックがあるんだったら仕事帰りにレックの実習室に寄るとかね。 えっていうのをやってみてもいいかなと思いますあとまあ括弧2番先取りウェブ受講ってありますがただね、えー、これもちょっともう飽き性とかたってもうあの先取りウェブ受講期限とかあったりすると思うんですがあの先取りウェブが見られる方はあそれをうまく活用してくださいただ先取り期間中はメモは最低限で構いません、えー、あと、えー、条文だとかもじ逐一引かなくていいですし先取りやってる最中は過去問演習とかはいらないんですが、えー、ただ さあ本ちゃんの講義もねこれこれを講義受けてるしがも本ちゃんの講義ですけれどもあの民法も、えー、民法のそうですね三回目四回目ぐらいからそろそろ過去問解きましょうねと言っていきますからまあその時期ぐらいまでには民法の過去問、えー、ご用意いただきたいかなと思います、えー、過去問はご自身でご購入いただくようなものになってますであとまあ一発合格の決意って隣のページにありますがあのこれね あの今、なんか熱い思いを書いといてほしいんですよ。えー、ね。あのへこみそうになった時に、えー、初心に戻るとあ、私頑張ろう！っていう気になれると思います。で、あのー、あとまあ受かった時にこれを見ると考えひとしおなんですね。あのあ、そうだったねと。 こういう気持ちになれると思いますので、あの私別に見せてとか言いませんので、あの自分だけがひっそり書いてあのね、えー、書いてみてください。あと、次のページからめくっていただくと、先ほどちらっとご覧いただいた。あのー、ここね。ちょっと進路によって全然講義時期違うので、生クラスの方であればあもう生クラスのね講義書き込んでもらって。 えーね、あと、例えばあの記述の演習講座とか途中から始まってきますので、えー、そういったものもあのスケジュール差し見ながら入れてみてくださいあと、そうですね、えー、ちょっとね、えー、右下のところ9ページの下のところに、えー、佐々木のコメントってあると思うんですよ。 でこれあの秋の方と春の方ようい大体この時期ぐらいってもうこうですよとかあっていう、ねえー、最初のうちは帰省の方だけのコメントなんですが途中からまあ大体春生が始まってくると春生向けのコメントとか入ってきますがあの、ね、民法だけやってればいい,のいいわけじゃないのよとかあ、あのー、なんかいろいろ書いてありますので、えー、ちょっとまあその時期になったら、えー、ちょっと、えー、月に1回ちょっとそこを見てもらうだけでも一つ参考になることはあるんじゃないかなと思いますので。あのーまあね 最後まで、えー、書いてありますので、えー、一応その時になったら読めばいいですというものになります。ということで、えーまあ、まずはこの講義ノートは全体構造のうちはあのもうこれは使いませんで、えー、なのでこれは逐一あのその時のコメントだったり、えー、例えばそのスケジュールだとか1日の勉強終わりにやった時間を記録するとかね、えー、いうぐらいです。 ということで、まああの今週はもう皆さんで、えー、ご自由にお使いくださいっていうところブレイクスルー戻ってみてください。でじゃあ今度ブレイクスルーなんですがでちょっとねここから初戦、あのー、ね全体構造、えー、講義のコマ数3回ですよ。で3回で全科目をちょびっとずつお話ししても多分ね あの民法だけでもまあ33個もありますからあの、ね、例えば随分先の商業登記の話をちょびっとしゃべったところで随分、えー、先の1年半ぐらい先に勉強する、えー、教託の話をちょびっとしゃべったところで多分忘れてるんですよなので、えー、まずこの全体構造の間は民法の講義をちょその後直後民法ですからね、えー、民法の講義を受けるに際して必要となる。 特に裁判手続きだとか民法をやる際にも裁判手続きの話ってっ前提として必要なんですよとかをメインに、まあ、民法と,ちょっと裁判手続きをメインに進めていく感じになりますのでこ、えー、このテキストに書いてあるるとを全部やるわけではないですなので、えー、やるところだけビックアップしていきますからあのテキストとてて提供してても触れてないところは一切読まなくて結構です。 あの捨てちゃって構いませんあの捨てちゃって,っていうかもう読み飛ばしてもらって構いませんからそこ読むぐらいの暇があったらやったところを完璧に、えー、もうあのね説明できるぐらいレベルにしてほしいんですよという感じです。ということで、えー、まずね、えー、3ページから始まりますがただ。 3から6は、ここ、もういいです、えー。別に試験出るような話じゃないんですよ。使用書士って受かったらこういうことするんだなが分かれば OK ですから、ただ、えーねえー、使用書士の業務にはこんな業務がありますよとか、えー、実際業務、事務所はこうなってますよだとかって、これ、あの、後半冒頭の小ネタのところの話で、ちらっとお話をしますので、まあ、 なんかこんな仕事やるんだなっていうところぐらいがざざっと分かれば結構ですからまあ6ページまでは試験出るようなもんでもないですから、えー、ここはもう割愛いたします、えー、気になる方はどうぞう読んでもらっても構いませんがあのまあそういったのはおいおい講義の中でもご紹介していきますとで次7ページからが使用試験の話なんですがただこれもね使用試験ってこういうもんですよ7ページはもういいですあの気になる方はざっと見ておいてください で実際、試験の概要八8ページからご説明していきます。で、法書試験の試験科目なんですが、であの全部で11科目ありますよってとこなんですが、ちょっとね、8ページの下の表で見ていきます。で、1日かけて実施されまして、えー、っとですね、先ほど言ったメインの4科目がこの画面に映しております。えー、色つけててるところ、えー、民法そして 午前の部で言うと、えー、上から4つ目の商法会社法ってありますが会社法ですで商法会社法って書いてありますが商法と会社法合わせて9問出ますが例年9問中8問が会社法です会社法というのは株式会社とかね会社に関する法律ですでそして午後の部でいうと 卓一不動産登記を商業投法この色つけた4つがですね、えー、メインの4科目メインっていうのは室内数の多い4科目っていうとこね出題数の多い4科目うーこれを主要4科目といいう言い方をします先ほど「主要4科目に関しては見出しつけてね」と申し上げたところがこれなんですよ。 で、えー、あとプラス卓一だけじゃなくて記述も出ますよってことで記述ってですね、えー、具体的事例形式の登記の申請書を書いていただくという問題なんですよ。ってことで、えー、これが不動産登記を1問商業登記を1問ですという感じです。で、 まあこれを1日ぶっ通してやるんでで、すよ。でえー、じゃあ皆さんさっき言ったお試しで本試験受けてねと申しましたが、えー、じゃあお試しも含めて皆さんの本番も含めてちょっと次のページで視聴出試験のスケジュールを見ていきましょう。で、 えー、特に受験資格とかありません出願時期はだいたい5月中旬から下旬ですよというところで、えー、まああのー、そうですね、えー、願書はだいたいゴールデンウィークは明けぐらいから出すんですがで本試験はだいたい例年7月1発目の日曜日ですで2020年は7月5日というのはもう決まっています。皆さんののお試試し本試験2020年の7月5日あー、ねえー があのねえー、お試し本試験なのでですね確かそれも書いてたと思うんですよ、えー、2020年、あの全体あの講義ノートの方にも、えー、2020年の7月5日本試験ってこれお試し本試験、えー。で、皆さんの本番、2021年は7月4日になると思います、おそらく。で あとそうです、ね、受験会場に関しては2020年からあの、まあ、2019年まで全都道府県で実施していたんですが北海道4カ所あったんですが、えー、ただ、えー、2020年から、えーっとですね、例えばあの関東だったら東京とかああの東北だったら仙台とかというふうにちょっと場所があ、ね、集約されましたでこれは大体、難関系の資格ってそう,いうだったりするんですが司法試験とかもそうだったりするんですがあのなのでちょっと ちょっと地方にお住まいの方はですね、えー、あの受験場所まああの全泊が必要になってくるとは思いますので、あの例えばね、えー、秋田に住んでるんだけどとかいう方はあのね、えー、仙台まで行っていただくとかしなきゃいけないと思うので、えー、まあ全泊だとかまあちょっとホテルの手配だとかも必要になってくるかなとは思います。で、あとまあそうですね、えー、受験会場は年によってもまちまちいいなので、あのー、まあだいたいそうですね。えー 願書の配布が4月1日から始まるので、えー、大体4月1日から願書の配布の際に各法務局で、えー、媒体受験場所、えー、これを公表しますので、あのー、例えば例年東京とかだと、えー、受験会場2カ所なんですがもともと東京受験,、えー、受験人数多いので、えー、例えば早稲田大学と日大とかね。 えー、あのだっったりすすするんででが、えー、年によってまちまちち、えー、明治大学とどこかとかだったりもしますし、えー、であの受験会場を確認してあの複数の受験会場がある時には早めに出したらこっちの会場遅めに出したらあっちの会場とかだったりするので、えー、ちょっと出願時期もねいつでも出しゃいいってもんじゃないんですよ。 えまあそれも含めてまた講義の中でお話はしていきましょうでちなみに願書の、ねえー、入手なんですが、えー、とお近くにレックがある方は一応レックで一括して取り寄せてレッ,クでもレックの窓口でも願書は配布しますで、えー、通信の方で近くにレックがないという方はあのホームページから確認して、えー、各法務局から取り寄せをするという感じになります。 えー、なのであのレックの方で取りまとめて願書出しますってことはしてないので、えー、願書の配布はしますがであとネット出願は司法書試験は今のところはまだありません。試験手によってネット出願ってありますけどもあの、ね、司法書試験はネット出願はまだやってませんので、えー、紙で出していくという感じになります。えー、写真貼って,、えー、っていう感じになるんですが なあお試し音試験、えーまあの時にもお、その準備ですね。えー、はこれをしていただきたいと思います。で1日ぶっ通しで、1日かけて実施されますが、えー、午前の部と午後の部、ねえー、にかけて行われます。えー、午前と午後、ね、前のページにもありますが、えー、午前は択一だけ、そして午後は択一と記述をまとめて3時間で解いていくという感じです。またこのあたりをご説明していきます。でえー、そして、例年ですね、 あの7月頭に本試験でで、えー、筆記試験の合格発表って、えー、大体9月の末とか10月頭なんですよ。であの結構これきつい3か月なんですね。えー、あのでただ卓越の点数だけはあの8月上旬に発表になりますお盆前に。 択一の点数だけは8月上お盆前には発表になって択一、ね、は自己採点で点数分かってると思うんですが択一、えー、クリアした人は、えー、記述込みであの筆記の合格発表をワクワクしながら待つという感じです。であとお9月の下旬から10月あったに筆記の合格発表があって、えー、10月半ばの大体連休明けに口、えー、述試験という流れです。 で、口述試験は、基本的に落とす方向の試験ではないんですが、えー、ただ一応ね、しゃべる練習は必要なので、あの引き受かった人は、あね、あのそこを口述模擬試験の予約をしたりだとか、えー、通信の方だと、えー、私と、 あのテレフォン口述模試、えー、これをする感じになりますあの今日も私やったんですが今年受かった人に、えーねあのー、今年合格した、あのー、方とテレフォン、えー、電話でもう電話からもうめちゃめちゃ緊張伝わってくるわぐらいな感じで、あのー、私が試験官役で,で、えー、やってで、あのー、アドバイス、あのー、こう答えた方がいいよとか、えー、突然言葉が出てくなかったらどうするとかあ頭真っ白になることって結構あるんですよ。 えそういった時の対処法だとかねあの単語で終わっちゃダメだよとかあの聞かれたことだけ答えなさいとかあのね、えー、これってあのね、えー、どういう手続きですかって聞かれた時にこれはこれはできますかって聞かれたら、えー、これこれこうでできませんじゃなくて、えー、できますかって聞かれたらできるできないだけ答えればいいんですよなんでできないのか知りたければ追加の質問がきますからとか。 っていうまあアドバイス、ね、あの聞かれたことで答えるとかあまあそういったアドバイスをテレフォン口述でやるか。 あもしくはあの、ね、お近くにレックがある方で口述やってる地域だと口述、えー、模試を受けに行くと大体、まあ、生クラスの方でも、えー、レックの口述模試とプラス私の口述個別レクチャーこれをする感じなんですが、あのーまあ、私がレックで講師をやってる限りはあの別に一発合格に限らず、えー、2発でも口述、あのー、の対策これはいたしますので、えー、ご連絡ください。 あとあのあ私がレックにいる限りはって変な言い方をしましたがあの私レックの講師はあのレックの講師みんななんですがあのレックの社員じゃないのであの契約なんですよ、えー、なのであの多分私もいずれレあの実務に戻る時期は来ると思うので、えー、なのであのまあ私がレックまあでも今のところ2021年の本試験までいますよ。 えあの毎年こういう言い方をするともういい加減先生なんかあのね「おかみ少年みたいだからやめれば」とか毎年言われるんですがあのまあいずれ私も実の人もそろそろ戻んなきゃなと思う時期でもあるのであのなのであの私がレックいるうちに受かってくださいあの少なくとも2021年まではおりますがあのねえその先まだ契約してないので分かりません。 って感じであのまあまあでもあの、ね、私は皆さんと2021年に口述対策をできることを楽しみにしておりますので、ねあのまあ、ちょっとそこまで、えー、一緒に頑張っていきましょうという状況ではありますがであ,のあとはね、えー、筆記合格したら口述受けます基本的に口述は落ちる人は基本いないです。基本っていうのは落ちた人います。 あの対策立てていかないと頭真っ白で答えられなくなっちゃうと、えーまあ、あの一問も答えられてない人はさすがに落とすわけにいかない受からすわけにいかないのでただあの人によっては口述の当日に入院してましただとかで受けられなかった人はいるんですあと遅刻して会場に入れなかったのはねあのねその方は翌年筆記はパスです口述のみですねあの。いるんですよ。 口述、えー、の当日に出産してましたとかねあの事故で、えー、入院してましたとかねあのちょっとそれだとさすがに受けられないので翌年はあ引きパスですただ引き合格の立場は2年間有効ですがあ2回もう振ったらもう振り,振り出しに戻るという感じです。 ただまあ一応基本今のところは口述、えー、は落とすタイプの試験ではないですと。ただ一応練習は必要です。ということで、えー、あとは受かったあとは新人研修が始まりますと。でこの新人研修のあれこれに関してはまた講義の中で言っていきますというところです。で続きまして合否判定法なんですがページめくってみてください。 結構シビアな試験で1日かけて行われますけれどもあの合格判定といたしましてちょっと画面に移しますねであのここ3年の平均値で書いてありますが1日かけて卓一と記述を解いていきますがねえまず、えー、っと画面の方に移しておりますこれ3年の平均値。 午前の部の択一午後の部の択一択一は午前午後35問35問出るんですが一応ね基準点という言葉ありますが年によって難しい年には俗には足切り点です。ふ、え、る、ー、いにかけると。えー、でその足切り、えー、基準点が35問中ここ3年平均で言うと25問です。ね あの例えば今年は25問で、えー、去年26問だったりで、えー、午前35問中25問で一応割合で言うと約7割取れないともうその時点でアウトですと。3年平均、ね、ででもこれ難易度年によって違います、えー、高い年だと35問中30問が基準点の年もありました。 めめちゃめちゃゃ優しかったんですよ、まあ、そういった意味では難しくても基準点差があるだけなんですがでちなみに午後の部でいうと隣午後の部の択一は、えー、35問中ここ3年平均でいうと23問なんですね。えー、であのー、そうですね今年がめちゃめちゃ基準点低かったので、えー、今年22問だったんですよ。 であのー、去年おととし行って24問24問だったんですがあなのでまあ大体6.5割,、えー、割ぐらいかなという感じですでも,もうちょっと前まで、あのー、45年前ぐらいまでは、えー、もうちょっと点数は高かった点数高かったってことはもうちょっと優しかったんですだけど、えー、問題自体はちょっと難しくはなってるんですがただその分ハードルが下がるだけなので。 あの使用者試験の難易度的には別にそう変わってはいないとトータルのね受かりやすさという意味で言うと、えー、問題自体は難しくなっているけどその分点数下がってますよと。でさらに記述なんですが記述式は一応ね不動産登記商業登記合わせて70点満点なんですが、えー、3年平均値で言うと34.5点です。 今年ちょっと記述難しかったので、えー、点数低かったんですよ。えー、今年70点満点中点。満中記述の採点はあの試験委員が手で採点しますので、えー、0.5点まで、えー、あの単位あります。あの高い年だと去年,去年高くて、えー、去年が37点で、えー、今年32.5点で。 あのまあ、大体すごく難しいあの、ね、すっごい簡単な年でも40点ぐらいですね、えー、ですから40を大幅に上回ることはあんまないんですがまあ大体、まあ、5割ぐらいかなという感じです。問題が優しくても大体6割止まりという感じです。でただねじゃあこの1日かけて実施される中で。 えー、午前の択一、午後択一と午後記述、えー、3つのハードルが設けられていますよ。マークシートは受験生全員分機械にかければあ、もう点数わかりますので。ただ、記述に関してはあ、試験委員が手で採点していきますから、イメージ的には、択一でふるいにかけて、 卓越、えー、クリアした人の答案だけピックアップして採点しますとでなので卓越の、えー、基準点午前午後両方とも基準点突破した、まあ、その人数が大体2,000人ぐらいです。で隣に受験生の人数乗っかっていますが、えー、大体受験生の人数でいうと、えー、今年の数字ちょっとまあ書いておりますが、えー、令和元年の数字でいうと出願者が1万6,811人。 でえー、受験者数が1万3683人でその中で合格者数でいうと筆記合格でいうと606人なんです今年まだ今年まだ最終合格人数出てないのでこれね筆記合格の人数と最終合格の人数って微妙にずれるんですよ。というのが去年受けられなかった人が今年口述、えー、だけ受けたりとか。 あと、えー、今年引き受かったけど、えー、口述受けられなかった人があね乗ってなかったりとかなので微妙に、あのー、ここの人数若干、えー、数名前後することあるんですがまあ,あ一応あね引き、えー、合格606人つまり今年2006年2006人だったかなあ2006人ぐらい引き記,、えーあのー、記述引きであのごめっあの卓越でフリーにかかって。 えー、記述の採点に進めましたで、えー、2000人ちょっと、えー、記述の採点に進めたけれどもそこからさらに振るいにかかりますまず記述の基準点をクリアしているなおかつ最後合計点勝負なんですよなので全部基準ギリギリだと最後の合計点勝負で負けちゃうんですね でそれが、えー、123の合計点上位ここね700じゃなくて600にしてください、えー、今年606人なるので、えー、600名程度という感じで、えー、一応ここ数年3年の平均でいうと、えー、205.5点です、えー、約7.5割ねで、えー、ここからまあ読み取っていただきたいことといたしましては まず午前だけがズバ抜けて出来がいい午後がズバ抜けていまいち苦手、えー、だと、えー、もうそもそも丸2万、ま、の時点でアウトですよね択一はよくても記述が苦手ってなるとさえも丸3でアウトね全部がまあ一応基準ギリですってなると合計点勝負で負けちゃうというところなのであの一応ね司法書試験の成功法としてはまず択一でどれだけ稼いどくかになってきます というのが記記記述って不動産登登問問商業登記1問なんですよ、えー、実力者でも1個でかいミスやっちゃうと10点単位で減点くらっちゃうんですね。ってなると、えー「記述に関しては基準点ギリの可能性もありますよ」「だけれどもしっかり卓一で稼げていますよと」というところが正功法になってきますからあよって先ほどね えー、上で統、えー、一の基準点を午前25、午後23、ここ3年平均値で言いましたがで25問とか23問目標じゃとてもじゃないけどダメなんですよねとだいたいプラスどのぐらい上乗せが必要かっていうと午前午後ともにプラス4問の上乗せが必要です。 よって、まあ、大体合格者だと「えー、午前29午後27」ぐらいは必要になってきますと。あの基準点突破を目標にしてるんじゃダメなんですよ最後合計点勝負で負けちゃうので。えー、午前午後プラス4問4問の上乗せ、えー、卓一でいかに稼いどくかが確実に一発合格狙うための成功法ですと。 でその上で、えー、一応ちょっと、えー、11ページご覧いただきますと今年の数字、まあ、出たばっかりなので、えー、あの手書きの書き込みになってしまいますけれども、えー、出願者数、受験者数合格者数。 1> で、えー、1万6,8111万3,683まあ何なのかっていうと願書出したはいいけども受験会場来なかったとかもしくは午前だけで書いちゃったとかああいう人おとかねあと結構ねそのとりあえず願書だけ出し,出してみました独学でまあどんなもんかなと思ってて願書出したけどまあいいや多分無理だからやめとこうとか、うん、あと午前中だけで書いちゃったとかね。 えー、いう人なんかも結構人数います。で、あとまあ合格率でいうと一般的に視光師ね合格率すごい低いよというところで、あのー、そうですね。10年前ぐらいまでは合格率,率2.8%という数字うで、あのー、だったんですが、まあ最近だとえー、っとですね、失眼者を母数にすると3.60%、えー、で。 受験者実数ね、えー、実際受験会場行って受けたきた人、数字でいうと4.4人4人パーセント。10年前から比べると、あのこれ1パーセントではあるけれども、えー、3パーセントが4パーセントになったって結構でかいんですよ。あのちなみに私が受験生の頃ってもうちょっと低かったんですね。 あのまあまあ地ビに、えー、ちょっと合格率は高くなってますが、でもそうは言ってもでも百人受けて四人しか受かんないんですよというところなので、えー、激戦には違いないです。まあなんとなく宝塚の合格率がこのぐらいらしいです。あの宝塚音楽学校に入る合格率ね。 えー、が合格率このぐらいらしいんですがただあのー、そうですねタカラジェンヌどうやら受験回数の制限とかあるみたいなんですよね。 あのただあの、ねえー、受験回数制限ないですし、えー、別に若くなきゃいけないとかないですし、えー、女性達成、男性かかわらず受けられますしであと、そうですね、えー、過去受験生さん合格者の最高年齢が70いくつだったかな74、五、えー、歳だったかあであの一番若くて19歳ですねあのがあのね、えー、最年少合格。 うーらしいんですがあのあとまあそうですね、えー、一般的に受験会だとと回目まででが短期合格と言われる位置づけです、ね、あのー、ね、えー、ただ皆さんいいですか短期のうちに受かればいいかなじゃなくて一発合格狙うぞと思って勉強しないと3回で受かればいいかなと思っている人で3回で受かった人いないんですよ。 あのね、なんとなく、えー、できたらいいなーで一発合格した人っていないんですね一発合格しるって最初から一発合格しか考えてないんですよ。まあ、なのであの何が何でも一発合格というスタンス、えー、これは是非持ち続けていただきたいかなと、えー、心の中でダメかもしれないけどでも一発合格したいんですと。 こういうスタンスはあ最後の最後まで持ち続けていただきたいかなと思います。でちなみに私受験生の時ですね働きながらまあ、あの勉強を始めて、えー、あの特に法学部出てるわけではなかったので、えー、なんとなく人よりはあね不利な状況でのスタートって私は勝手に思ってました自分が受験生の時ね。 えであのーね、中には専業でやってる人もいる中あ私は働法学部でもないしとか思いながら私の中で自分,に自分との約束で立てた誓いがですね、えー、勉強しない日は作らないようにしようと おいうののは自分の約束に決めたんですよそれ最後まで守ったんですがあのもうどんなに飲んで朝に朝かあの飲んで朝帰りあの受験仲間と飲んで気付いたらカラオケへ行って朝帰りした日もですね、えーあのうんうん、もう家帰ってシャワー浴びてそのまま勉強みたいな自分と乗る約束だったので、えー、勉強しない日は作らないと。 いうのを最後ま,で、えー、まあそれは何となく自分のこれを何か自分で許したら多分ズルズルになる気がするとか思って、えー、あの人によっては一日最低3時間は絶対やろうとかね、えー、いう約束ごとを持っている人もいますし何となく自分とのなんかで一発合格をするための最低限の約束みたいなものを何が何でももう譲れないここねハードル上げちゃうと多分クリアが現実難しくなっちゃうと思うので。 あの勉強しない日は作らないとかね、えー、なんとなく、えー、あのそういうのなんかそういうレベルの目標自分との約束っていうのはあった方がいいかなと思います。ってことで、えー、次ですね、えー、あと「司法書試験の学習に入る前に」ってありますが、えー、と,とりあえずちょっと15ページご覧いただきますとまずここからがあのまあ復習が必要な話ってこっからなんですよ。でまず えー、法とは何かという話でただここはざっくりでで結構ですあの皆さんねこれから法律家になるための勉強していくんですよそもそも法って何ですかって話ですがでまず法とは、えー、定義として。 えー、法の定義国家権力による強制力を伴った社会規範とありますが、えー、そう言われてもなかなか法って守んなきゃいけないものというイメージはあると思うんですが、えー、その中でも、えー、こういう定義になってしまうとちょっと難しく感じるとは思うんですが、えー、この言葉を読み解いていきましょう画面の方に映しておりますがまず社会規範という言葉に着目しましょう後ろ規範ってルールのことなんですね。 でそうするとさまざまなルールの中で我々は生活しておりますがそのルールの中でも特に法の特徴的なとことしては国家の強制力を伴いますと。でじゃあ国家の強制力を伴うルールと伴わないルールって何でしょうということで言いますと下見てください。ね、法の特徴といたしましてで 国家の強制力を伴うのは、ルールの中でも法だけなんですよ。法以外のルールで言うと、左下の枠のところ、社会規範の種類というところで、えー、例えば、道徳、宗教、修俗とありますが、もっともっと身近なもので言うと、拘束とか就業規則ですよ。で、えー、ってことで、えー、まあ、あのー、これら、まあ、社会生活における、 ルルールね例えばある特定の宗教なんかにおいては、まあ、戒律とかあったりしますね他にも例えばその地域の習わし的なものだったりあと、えー、例えば拘束茶髪禁止とかねバイク禁止とかバイト禁止とかいう拘束あと就業規則でいうと、えー、例えば、まあ、会社によっては朝9時から5時までとかね えー、あとおそうですね、えー、副業禁止とかまあ副業禁止って最近少なくなってきたみたいなんですがまあ一応その会社のルールがあるでしょではねそれを破ってしまった時にどういう制裁が加わるのかで言いますと例えばねえー、まああのー、右下見てください事実上の制裁というもので言いますと例えばあ社会的評価の下落、えー、世間から白い目,目で見られるとかとかあと例えばね あのじゃあね、えー、就業規則朝9時始業ですと、えー、特にうちはフレックスも採用してませんという会社だと9時に会社行ってないってなるとまああのねその上司の評価だとか出世に影響するだとか、えー、部長に怒られるだとかあいろいろあると思います。で、ね、ただそういったあ世間的や社会的評価の下落う下手したら、まあ、場合によってはやりすぎちゃうと定額とか退学 うんあとはあ解雇首ということはあるかもしれませんね、えー、宗教とかだったりするとまあねそこから追放破門とかあ,あるかもしれませんあと例えば道徳白い目で見られるとかねえー、ねあのー、ね割り込み禁止お年寄りに席を譲る、えー、譲ってない隣のおばちゃんに「あんた若いんだからどきなさいよ」って言われるかもしれないけれども ねえー「いやいや私も体調が悪いんです」と言ってそのまま放っとかしてあの別に席を譲らないっていう状況でそれを無理やりひっぺがして席からどかしてって強制力伴いますかっていうと少なくとも周りから白い目で見られたりおばちゃんにやや言われるかもしれないけれどもでもねじゃあさっきねじゃあ退学とか定額とか下手したらクビって言いましたよね。 強制力あるじゃんって思うかもしれませんがでもそれは国家の強制力ではないんですよね。国家権力による強制力朝9時に来ない人いつも近くしてる社員に国家権力の強制力が働きますかっていうとそれは働かないんですよ。ねえー、そういった意味ではあ、ねえー、法ののみが国家の強制力を持ちますよ例えばじゃあ人を殺すと殺人罪です。殺人を犯すとどうなるでしょう まああのねえー、警察が捜査をして逮捕にやってきて警察に逮捕されてでそして、えーまあ、本人が泣いて叫んでどんなに後悔の念を口にしても、えー、取り調べを受けてそして検察に送られて検察に取り調べを受けてさらに起訴されて大体、まああね、いい殺人ぐらいだったりなんかすると拘置所家にも帰れない。 でえー、そして刑事裁判かけられて例えば懲役10年ですって言われたらあ10年間刑務所ですよね。でこれがあ国家権力の強制力ですよ。でえーね、刑事裁判かけられて、はいえー、判決で懲役10年と。警察が逮捕して検察が起訴して裁判所があ懲役10年。全部国家権力でしょの強制力ですよと。 このような形で法に違反した場合には国家の強制力が伴ってくるんですというところです。で、これ同様にまあ、今殺人罪を具体例で挙げました。でも法ってそれ以外にもたくさん刑法以外にもたくさんありますね。例えばこういうのにどうでしょう。皆さんお金を貸して返してくれない。どうしましょう。 例えばじゃあ,あのお友達に1万円貸しましたあ1万貸して返してくれない,い,いという時にですよまあ普通だったらあのどうしよう、ね、1万円あのー、ね、えー、その人との関係にもよるでしょうね、えー、ものすごい仲良くしてる日頃からすごいお世話になってるめちゃめちゃ困ってるみたいだまあいっかと思う人もいるでしょう。 でも「いやいやいや貸した以上返してもらわなきゃ困ると絶対あいつから絶対1万回収するぞ」と「あいつから絶対1万回収するぞ」って「えー、返して」って言っても「いやごめん結構あねえんだよ」みたいなこと言うで、えーね、あの借りたやつのタイトかと思いながら、えー、全然返す気もない1万円どう回収しましょうね」えーね「あの家づかづか乗り込んでって、えー、もしくはその人物かばんあさって財布から1万円取るこれやってることは窃盗行為ですからね」 あなたが窃盗罪ですよと。いや俺金貸してたんだよっていうのもそういう言い訳に通じないんですよ。あなたのやってる行為は人のものを取るという窃盗行為ですはいいくらお金を貸してる債権者といえどもお金貸してる人といえども人のものを取っちゃいけないんですよ。あなたが窃盗罪ですからと。さあどうしましょう、まあ、こういった時に、えー、じゃあ、えー、国家の強制力を使いましょうということなんです。 でちょっとね次のページ出してください16ページなんですがそこでね、えー、ちょっと上の図飛びまして、えー、下の2番見てください2番ね。えー、であの私ねこれからテキスト読む時にタイトルに数字がいくつかありまして漢数詞のタイトルとあと34数字ってねあの普通に12345あのね34、えーね、数字。 え関数字で、えー、両方ミックスなんですよ。なのであの関数字タイトルが出てきたときには、えー、もうコーディックの中で皆さんあのどっちか分かんなくなると困るのであの、えー、関数字タイトルは横一横二横三という言い方をします。なので、えー、横に縦一って言ったら関数字二番の三洋数字一番を探してください。 ねえー「横四縦二」とか「ああの横四縦二」とかって言ったら漢、ねえー、数字4番タイトルの三四数字2番とかなんですね。 で横2番見てください漢、えー、数字タイトル横2番「法の強制と自力救済の禁止」とありますがでいいですか、えー「法の実効性が国家の強制力によって確保されるということは法に定められた内容を最終的に実現するには必ず国家の強制力によらなければならないということを意味しますと」とつまり法のみが国家権力による強制力を伴った社会のルールなんですよ。そうは言っても国家の強制力を まあ少なくとも民間人である我々が国家の強制力を直接行使することはできないでしょよってそれの手続きが用意されていますよと例えばその後犯罪の被害者やその遺族が犯人に対して復讐をしたり借金返さない債務者の家に貸主たる債権者が押しかけて力,力づくで金を取り立てたりすることは許されませんということなんですが。 つまり、お金を貸してる人といえども、何やってもいいってわけじゃないんですよ。このように、私人が国家の力を借りずに、自分の権利を実現することを、これね、自力救済とか自給行為と言っていくんですよ。で、この自力救済とか自給行為、禁止なんです。自力救済禁止です。これ、ちょいちょい出てきます言葉として、自力救済でしょうとか。 自力救済禁止なんですよ。もし自力救済を容しとしてしまうと、自称金貸しなる人がお金を分取っていくっていう事柄が起こりかねないじゃないですか。ほのとに本当にあなた債権者ですかという人が出てきかねないでしょ。う自称債権者窃盗し放題ってまずいじゃないですか。ね、犯罪の被害者は復讐し放題ってまずいじゃないですか。 よって自力救済を良しとしてしまうと治安が安定しないんですね。ねえーね、ねあの、あと自傷債権者がやりたい放題になってしまうので、よって、えー、自力救済禁止なんですよ。ですから近代の国家では社会秩序を維持するために、えーねえー まず一方において強制力を個人から取り上げて自力救済禁止するとともに他方において国家が独占した強制力を後ろ出たとする法を整備していますとですから、えー、法に違反した人は国家の強制力が働きますよじゃあ国家の強制力を使うためにはルールそれの使うためのルールが存在するんですと ということでつまり法の強法律の強制と自力救済の禁止は表裏一体の関係にあるのですと。ってことでではね先ほど申し上げた「お金を貸した人がお金を返してくれませんさあどうするか」のメニューといたしまして例えばねあのー、次回詳しくはこの上の図表でやっていきますがとりあえずちょっと今日は入り口だけお話をしていきますで。 どういうことかっていうとここの図見てもらうとですね左上におります、えー、この図ですね、あのー、左上におります債権者 X さん債権という言葉、えー、これは「あ返せ」という権利を持ってる人という意味で債権者、えー、ちなみにここの括弧の中で言うと貸主お金を貸した人そして右上見てください債務者 Y。 でかっこ借り主お金を借りた人とありますがこれは返す義務を負っているという意味で債務者なんですよですから返せという権利を持っている人返す義務を負っている人債権債務というのは請求する側される側の位置関係ね。でそうすると今回 x さんは y さんに対して丸一番1000万円貸してるんですよ。まさすがにね。1000万円ってなるとまあまあしょうがねえなあ。いつには世話になったからとかいうわけにいかないでしょ。えー、ま1000万円だとお金どうやって回収しましょうねえ。自力救済禁止でしょ。さあどうします？例えばですよ。y さんは一応ね。土地は持ってたんです。 Y の下に平行四辺形の図がありますよねこれから平行四辺形の図が出てきたならばこれ土地のことだと思ってください土地を図に表記するともうこれから表平行四辺形書いていきますで Y さんは土地は持ってたんですよでこの土地が1500万相当の価値がありました じゃあね土地を売っ払ってお金返せばいいじゃんと言っても先ほど言ったように自力救済禁止でしょもちろん本来だったら Y さんが現金1000万用意できないんだったら土地を自分で売ってお金を調達して X さんごめんなさいねありがとうってお金を返すべきなんですよでもやらなかったらどうするかって問題なんですよ じゃあ、ね、ここでですよ X が Y にお金を貸しましたってことはこれ法律上の契約なんですねこれ金銭消費貸借契約っていう契約なんですよまあ俗に言う借金ですよえー、借金法的に X は Y に1000万返せという権利があって法的に Y は1000万返済する義務を負っておりますその法的な権利の実現として自力救済は禁止ですから Y が自分で積極的に土地を売って現金調達して X さんにはいありがとうってお金返さない限りは X が Y の土地を勝手に売っちゃダメでしょう。X が Y の土地を勝手に売るわけにはいきません。どうするかっていうと、この後の詳細な手続きは次回やりますが、ざっくり言うと国家権力の力を借りましょうなんですよ。大きな流れで言うと、まず X は 裁判所に訴え提起をいたします。で、それが丸二番ね。訴え提起をして、そして、裁判所に行って、えー、裁判所、裁判官の面前で、ワイにお金を貸したんです。あいつ返してくれません。えー、つきましては、あいつにお金払うよう言ってやってくださいっていう、訴えるぞっていうのが、訴えて、 裁判所に、え、XY 間の1000万の権利を認めてもらって、裁判所に Y さん1000万払いなさいって判決を書いてもらうんですよ。判決を書いてもらったら、それですんなり Y が払えばいいんですよ。それですんなり Y が払えばいいんですが、でも、判決が出たところで、Y さんすんなり払わない。よくあるケースです。だって判決が出てすんなり払うぐらいだったら、もう訴えられた時点でお金払う気あるんだったら払ってますよ。 ねえ、だって金ねえしと、現金持ってねえしと。で、ね、あのー、ねそのままずるずるになってるとおいう人はたくさんいます。ならばどうするかっていうと、判決出たのに払わないんだったら、だったらあの土地裁判所さん売っ払っちゃってくださいと。いうことで、えー、X があの土地を売るわけにいかないけれども、裁判所に売ってもらうんです。で、裁判所が、これ強制執行って聞いたことあると思うんですよ。 強制執行強制執行っていくつかメニューがありまして強制執行の一つのメニューで不動産を売っ払う不動産の強制競馬と強制という言葉がつくぐらいですからもう Y さんが頼むこの土地は先祖代々の土地なんだ俺の代で手放す先に行かないんだって言ってももう払えという判決が出たね払ってない以上仕方がないですねとですから裁判所が Y の土地を売るって そうすればまあ裁判所が売ってくれますから、まあ、この後詳細手続き次回やりますよ。で、えー、そうすれば例えば1500万相当の価値を裁判所が競売にかけて売ります、まあ、一般的には入札形式です入札をして、えー、まあ,あの欲しいなと思った人が入札していく、まあ、原則として一番高い名をつけた人が飼い主ということになりますがで、えー、じゃあ、えー、その飼い主 Y の土地,を土地を買うんですがじゃあ、ね、例えば何人か入札がありましたで、まあ、例えば不動産屋さんで売ると1,500万で売れる土地でも、競売って若干買い叩かれちゃったりするケースもあるので、えーまあ、不動産屋さんとかで買ったりするよりちょっと安いんですよ。でそうすると、まあ、例えば、えー、一番高い名を付けた人が仮に1,300万だとしましょうか。1,300万、1,200万、うん、そして1,000万の入札がありました。 1,300万が最高価買い受け人1,300万の人に「はいあなたが買い受け人」となりましたじゃあ例えば Z さんが1,300万で入札をした Z さんは1,300万円を払って Y の土地を購入するわけですがお金を Y に払うんじゃないんですね。Y、の土地を買うんだけれどもお金 Y に払っちゃったら Y の懐に入っちゃうでしょ裁判所に払うんですよ。 裁判所に払って裁判所から配当という形で申し立てた X に1,000万渡ります。そうすればまあ,あねえー、国家権力裁判所の力を借りて1,000万円お金を回収できるでしょ。 でそれが丸六番と Z が買い受けてその売却代金の中から Z が X が1000万回収するこれが強制執行という強制競売の手続きなんですよあのちなみに強制執行と強制競売って、えー、強制執行の中の一つのメニューが強制競売です強制執行っていっぱいあるんですよあの明け渡しの強制執行とかね。 あのいろんな強制執行があるんですが、えー、まず強制執行の一つのメニューが強制競売という形です。となるとですよじゃちょっとねこれあのー、まあもうちょっと突っ込んだ話は次回これありますが例えばねこれ Y さんが何が何でもこの土地を手放したくない先祖代々の土地なんだと思うとまず丸二番で売っ 訴えられた時点で裁判所から XYY のもとに訴,訴状が届いた時点でこの先のストーリー見えてきますよね。俺土地持ってるよあいつ俺が土地持ってること知ってるよなと。やべえこの先のストーリーね絶対俺裁判負けるよねと。土地よし今のうちに売ったれと。 もしくはどうしても手放したくないんだったら例えばあ売ったことにして名義を書いちゃうとかね財産隠しに走るとこういう人いなくもないんですよ。となるとですよこんななに構えてられ本気でほか、ね、の本気でお金を回収しようってなるとこういうメニューが用意されてますよと言っても丸2万の前に土地に手をつけておかないと。 だって裁判長いんですよ訴え提起してからだいたい初回の口頭弁論までだいたい1か月ぐらいかかりますで口頭弁論ね2回3回重ねると下手したらあ、ね、半年とか普通にざらにかかりますよでそうすると、えー、まあ Y さんがごねたりなんかするとそのまま口頭弁論引き延ばす、えー、Y があ、ね、徹底的に最高裁前戦いますみたいなことで控訴とかされると、えー、1年2年かかっちゃうでしょ でなるとですよ、まあ、あの土地なんて売る気になったらもう1か月やそこらでちょっと値段下げたりすれば売れるでしょう。うなると先に土地をキープしておかないとこれ怖くないですかって話なんですよね。よってですよまずこの前提としてちょっとね「仮差し押さえ」って言葉聞いたことありません でちょっとページ入れてください、えー、仮差し押さえと書いてもらって163、164 16と書いてみてくださいちょっともうここまで入り口までやっておししままいにしますでページ飛んでください、えー、と仮差し押さえ163、164。16 であのブレイクスルーねこ,うここのブレイクスルーは、えー、全部やらないんですがあの後ろの方はもうここだけなんですが、えー、ちょっとね仮差し押さえの話飛びますで民事保全法、であの使用者試験では1問しか出ないんですが民事保全法って。だけれども、えー、ちょっと民法の前提として,そして不動産登記の前提としてちょいちょいいろんなところで顔を出してくる科目なんですよ。 これが仮差し押さえの一つです。で、ちょっとね、ここ163ページで、えー、裁判で勝ったら判決通りのことが実現できるのか、さっきのざっくりした話、訴え提起をして口頭弁論で、えー、裁判所にお金払いなさいって判決を取りますよ。それが裁判で勝ったらって話ね。ではですよ。 えちょっっとざくくり見てください取引先が代金の支払いしない場合どういう手段で回収することができるのでしょうか、えー、日本では取引先が支払いをしない時には取引先の商品を債権者が勝手に持ち出すなどして自力で債権の回収を図ることは禁止されています。これがさっっき言った自力救済の禁止ね でえー、そうすると、えー、そのため支払いを受けられない債権者は訴え提起し判決を得て相手方の財産に強制執行し金銭に感化して、えー、満足を得る手続きを経ることになりますとこれが16ページであった話ですよね。 ですから自力救済は禁止だからこそ私は1000万の権利持ってますよということを民事訴訟で確認してもらってでそれでもできないんだったら民事執行強制執行の手続きねと。これは今16ページあったんですよ。で えー、しかし一般的に裁判は時間がかかると言われます。裁判してる間には取引先の財産がなくなってしまうかもしれません。えー、そして裁判で勝っても強制執行する財産がなければ債権者は費用倒れに終わってしまいます。そこで裁判を起こす前に裁判に勝った時に備えて相手方の財産を固定しておく手続きがあります。で、この固定っていうのはね、あのー、物理的に固定というよりも、まあ、いわば勝った時のためにキープしておくとして、 えー、これを民事保全法民事保全の手続きですとで、えー、民事保全には大きく分けて仮差し押さえ仮処分がありますがとありますがとりあえず今日のところは仮処分とは何ぞやもう無視してもらって結構ですあの例えば出版差し止めの仮処分とかいう言葉聞いたことあると思うんですがもう暫定的な手続きですただ今日のところは仮差し押さえだけ見てください次のページです で。上のところ仮差し押決定とありますが、とりあえずね。上のところね。この仮差し、詳細の枠の中身の、えー、当事者とか。ああ、とりあえずまあそんなもんかな。で結構ですが、若干太字のゴシックになってる部分。ここはもう中身はいいです。無視してください。あのー、ね、えー、金90万円の担保を立てさせてとか。これかっこで結構です。まあ、何が言いたいかって言うと。 これから訴え提起をする前提として土地をキープしたいんですそのためのキープが仮差し押さえなんですね。ねえそこでですよ債権者の債務者に対する、えー、前期債権の執行を保全するため強制執行の前提手続きとしてその準備のために財産をキープしますと。 これから訴え提起をするんですが訴え提起前の段階ではまだ強制執行には進めませんよってこの先のストーリーとしては判決取って強制執行を予定しておりますがその前提として強制執行の目的たる不動産をキープしておきたいんです という裁判所に言って、裁判所が、よっしゃね、えー、あなたの言ってることは、なんとなく、えー、これから、これから訴えて起きするんですね。買った時に財産ないと困るでしょう。はい、わかりました。キープしておきましょう。ってことで、このように仮差し押さえというものを裁判所に行ってもらってから、ねちなみに不動産だと、不動産登記簿に仮差し押さえの登記っていうのが入るんですよ。 仮差し押さえの登記というものが入ったならば、その後もう売ろうにも売れなくなりますよね。で、仮差し押さえの登記を入れておいたならば、その後、ね、えー、安心して訴え提起をしてで、ちなみにね、また戻ってください。で、その下の文章もいいです。とりあえず今の仮差し押さえの仕組みが分かっていただければ、もうその下の文章は飛ばしてもらって結構です。で、また戻ってみてください。16ページです。 そうすると、財産をキープした上で訴え提起をして、で、えー、判決か、裁判で勝ったら、あ仮差し押さえでキープしといた財産に対して、丸五番で土地を強制競売って図がありますよね。で、この強制競売のファーストステップが差し押さえなんですよ。なので、 仮差し押さえに比べて差し押さえのことを本差し押さえって呼ぶこともあります。ざっくり言うと、えー、まず訴えていき前に仮差し押さえで財産をキープしといてだって裁判もしかしたら負けるかもしれないんですよ。自称債権者かもしれないじゃないですか。勘違いで弁済受けてないって勘違いして訴え提起しちゃうかもしれないじゃないですか。 なので、絶対100%裁判に勝つとは限らないので、とりあえずの財産キープが仮差し押さえ。で、その後裁判やって、裁判に勝ったら、強制競売の申し立てをして、本差し押さえに移行するので、キープしといた仮差し押さえが本差し押さえ差し押さえに変わります。そっから実際売却、競売手続きに入ります。なので、仮差し押さえはあくまでもキープだけです。で、その後、 本差し押さえで競売手続きに入ります。入札を受け付けて、一切買い受け人が裁判所にお金払って配当という形でお金を回収する。で結構ね客体が不動産だったりなんかするとあの早くてもまあ10ヶ月とかあねあのまああのだいたい約1年ぐらいかかっちゃったりすることも珍しくはないんですがなので結構長い道のりにはなりますがこういった手続きを踏んで国家権力の力を借りて えね、自力救済によらずにお金を回収できたよねという流れです。で、えーまああのー、まずはざっくりとした入り口って次回もうちょっと強制執行の具体的な手続きだとか民事訴訟の具体的な手続きこれを見ていく感じになりますから今日のところはとりあえずう、ねあのー、16ページの上の文章これもう読み飛ばしてもらって結構です。えー、図表から下までは ざっくりの流れ、えー、これを頭の中でこういう順番でこれこれこうでっていうことはあ、ねえー、この図を見ないでも、えー、用語は次回また入れていきますので、えーまあ、あのざっくり流れを、えー、見ておいてくださいこのページ一番下まで、えー、そこまで見ておいてくださいあと先ほどご覧いただいた仮差し押さえの163164。16 そこまで復習しておいてくださいまた次回以降ブレイクスルー2分冊目二回目3回あの全体構造2回目3回目このブレイクスルー使いながら進めていきますというところですそれではすみません初回から長くなって申し訳ございませんでしたそれではもう早速今日の復習頑張っていただきたいかなと思いますで長い道のりになりますけれども2021年一発合格を目指して一緒に頑張っていきましょうそれではお疲れ様でした